www.videonews.com 今日二2021年の10月の29日の金曜日ですね、はいえー、これが1073回目の丸劇です。でまあ今日が10月の29日ですから、まあ、金曜日ですけどえー、明日が30日土曜日で31日が一応、まあえー、衆議院議員選挙が、まあ、総選挙ですね、があると、えー、いうことで選挙直前の、えーまあ、丸劇ということになります。それから これがでまあ募金,、まあ、金なんでねまあ本当は映画とかもいろいろ話したいこともえ積もってはいるんですけれども <laughs> えやっぱりせっかくだからその一つは選挙にかんあの多少役に立つなんかまあでも実は今日映画もちょっと話後で出るんだよね選挙に役に立つものとしてね。はい、えという感じであの映画だけをたくさん取り上げるとかではなく、はい え少しちょっとまあ話題的には多岐にわたりますがまあ選挙をえ視野に入れたあのまあ今日は「ごきん丸劇」をやってみたいというふうに思います。あのまあ早速ですけど多分あんまりエキサイトしてないんじゃないかと思いますけども宮台さん的には今度の選挙は何か注目点なりえありますか はっきり言うと注注目目は全くししていないな点もないんですねもっと言うと今回の選挙が自民党は過半数割れするしないぐらいしか話題がないでそれが過半数割れするしないどっちでも関係ないしで連立で過半数いけば政権を維持されるし、ね、しかももともと参議院では過半数持ってないんですよね。だ、うん、だから連立が前提なんですすとれば 単独の関するっていうのは、なんかちょっと数字上の話ですよね。うん、ですね。で、と、立憲が、例えば、あの、立民なっていうう言いましょうか、ア、うん、フレアとしても、それも。うん、まあ,あ、計算のうちっていうこともあるけれど。あの、まあ、基本的な問題に関わってないんですよね。で、基本的な問題っていうのは。日本がなぜ、その悪夢の二十五年間の自民党政治なのか。 これは安倍曽我が悪いんではなくて自民党が悪いんでもなくてどこを取っても金太郎が目なんですよえつまり既得権益を動かせないだから産業構造改革ができないだから平均賃金も一人当たり GDP も最低賃金も韓国よりももうすでにはるかにした今の一番かい一番かいっていうねでもね問題はそこなんだけれどだから政権選択選挙とか関係なくてあの既得権益どうするか選挙なんですよね。 で,でもそういうことに触れることができないっていうことは自民党も野党、まあ、共産党以外は同じなんですよ。ということになっちゃいますよね。はい、のなので、うん、残念だけど争点があの基本的なところに触れていないので、うん、何の興味もないですね。ですねまあ、ねなとあ,<の>、まあ。まあ、うことを付け加えるとね既得権益を軽くするための政治が25年間続いてきているそのための手法が2つあります。 で一つはあのそのいろんな手を使って非正規雇用者を増やしてでその中には、ね、非正規雇用の職種を増やすっていうのもあったしあと中小企業に対する例えばねあのいわゆる持続化給付金に類するいろんな支援制度があるんだけどそれも次々打ち切っていくっていうことでねあの自営業や、ね、中小企業を廃業に、うん、織,織り込むそれはだから非正規雇用を増やすためなんですよね。 であともう一つのやり方がもう80年代末から始まっている、うんまあ、要するに法人減税をして、えー、ある程度法人減税がいくとその消費,消費税をそれを 使って埋めるっていうね、消費税を使って埋める。まあ、それももう数字を見ればそまま、そのままん、ね。そのまま、こっちにお話されますからね。で、この二つの手法で既得権益は軽くされている。うん、なので、国際競争力がなく、生産性が低く、あの、従って、あの、それを維持することが。国民益にならないような産業が残っていると。うん、なるほどね。アメリカでは。あの大企業がほとんど税金を払っていませんっていうようなのがね。もう実名が上がって、どん、あるいは。 えー、ミリオネアがほとんど税金を払っていませんというのがう、ねまあ、実名を挙げてね、うん、あのトランプ大統領も含めてあの、うん、選挙でかなり出てきたんですよ。はい、でもね日本も実際は、えー、大企業がほとんど税金を払っていませんという状況があったり、はい、それはあの法人税が低いだけじゃなくてさ、ね、まざ、あ、まな、あ、抜け穴と言っていきましょうかいろいろな優遇措置があるということですよね。でねででもそれは全然争点なななっていいじゃないですか、うんうんで あのそうするとだから宮根さんに言うように既得権益はあまあちょっと共産党を別にすると、えー、どこが勝ったところで恐らくそれは温存されるだろうとでそれでいてまあ今よくこの番組で言いますよね「あの新自由主義をとにかく終わらせる」みたいなことを岸田さんも言うし意見も言ってるけど。 日本は新自由主義だなんて言ったらもう本当に g a r f a ムあるいはファーウェイ、うん、<の>が出てこないとおかしいと。でまあそこまでいかないにしてももっとそういうそれに匹敵するそういうようなものが日本の中にたくさん出てく,れ、うん、くることによってねだまあ問題は今の新自由主義の議論はそういうのが出てきたら本当はそこの利益がトリクルダウンをするはずだったものがどうもしねえぞっていうことで。 まあ欧米では新自由主義に対する疑問が呈されている日本はだからアベノミクスで言えば第三のあ改革、ね、いや構造改革ができなかったでしょうであれは産業構造改革のことだけどね、うん、の金融緩和、ね、財政出動、うん、そして一番大事なところがつまりこの二つはある種美方策で痛みを緩和するためのもので何の痛みかっていうと3本目の矢産業構造改革なんだけど。うん 結局それは規制改革のことでそれやればいろんな人が一時的に痛むから、うん、それを緩和するためのはずなのにそれをやらないでこれだと一に<う>はじゃあ何のための一にだったってか第3の矢がたけなく平蔵的なことだったんですよ、うん、つまりそれは非正規雇用化の頃だったんです、うん、だから弱者は切るのに、はいえー、規制緩和は本当に未だの規制緩和はしないと、はい、だから、えー、既得権益は温存されてでも弱者は 町にあふれるとと弱者というかまあうでで結局それを抑散しているのが連合っていう労働組合の団体でもともと労働組合はあの、まあ、連合はねあの非正規化の動きに反対していなかったし非正規化が増えてもそれに対する手当を何もしようとしていなかったでそれでいろんなユニオンができてね、えー、ようやく、まあ、泥縄式に、まあ、ちょっとした格好をつけるようにはなったけれども実際にはあのアメリカと同じでね 経済団体のあるいは経済プレイヤーのトップにいる人たちといわゆる労働貴族って言われるような、ね、労働側の,その交渉力を持っている人たちが実は全く同じ利害を持ってるってことこなんですよね、うん、だから結局あの、まあ、かつての55年体制っていうのは、うんまあ、自民と社党と社会党の対立交代実際をしましたで手を裏で勝ちしたていから手を握ってたみたいなところがあったけど。 そ,こそれ自体が全体がもう既得権益に要するに行動成長期のメインプレイヤーだった人たちがまるまる既得権益にの受益者になってしまっているということですよね。ううので,ねねであのまあ組合に入れないような人たちとかが逆に言うと切り捨てられてるという状況なので対立軸がもう変わってるのに。 そこに差別があるかのようなまあお芝居をもうするなっていうことでね。ちょっとさっき宮台さんの言ったものをえっと今えっと出してきてもらって、これはまあうちで何度も使ったものですけれども、ええまあ国民一人当たりのえ平均賃金でこれ三十年1990年 ってみるとまあ、日本はまあドイツとほぼ並んだくらいで,で、ね、まあアメリカよりアメリカがまあこれもう5万ドル近く4万,4万7万七千ドルくらいあったのでアメ,、ね、アメリカは常にすごいですけど、ね、でも、まあ、まあ最低賃金も日本の倍を超えちゃったからね。うん、でも日本も 3, 3万7万七千ドルくらいですよね、うん、あったわけですよね。でそれがが日本本この30年間本当にに見事なまでに まあ、プラトーっていう,ふうに言いますプラトーです、ね、プラトーだんほとんどこう横ばいがずっと続いている中でドイツとかフランスイギリスはあの、まあ、ドイツは結構立派ですけどあの微増なんですよねとあの,、うん、他のところば ね、まあまあ福利っていうのあって。これ、ね、を見るとね、うん、あの韓国のカーブ上昇率とアメリカの上昇率が同じでしょ。しねうん、これはやっぱりアメリカと韓国は、ネオリベ化をしたんですよね。うんうん、だから、あのファンがサムソン、エルジー。え、これは世界を席巻しているわけですよね。その中で、やっぱああいうイカゲームみたいな。 あのネ,ッネットフリックスとかが流行るのは日本じゃやっぱああそこあれ流行んないですもんね分かんないですもんねあ,のあれがね。だからちょっといいかげんにしてひと言僕言らせてもらうとね、はい、あのた確かにねアメリカとかみんな見てるんですよ、はい、何が面白いのっていう、まあ、あの別にその社会的なそのあれが面白いんじゃないんですよあそこであるゲームって例えばだるまさんが転んだとかみんな知らないんですよ。日本人は別に、はい 珍しくなないいじゃないですか、まあいいね、逆に言うとあなた韓国でもあったんだくらいの感じじゃないですかそうだ、ね、あのゲームがね面白くてねみんな子供がやってるんだってアメリカでそうだからあれそれが面白くていろんな人に受けてるそっちか。それもあるんだって <laughs> なるほど、うん、で日本にはその要素もないとあのビー玉のゲームは日本ではあんまりしないけど、まあ、ビー玉のゲームとかねあのダラマさんが転んでたとから、はい、そういうのなんですよ、うん、ではっきり言って、まあと綱引きとかなんですよ、はい、別に何も面白くないじゃないですかゲーム自体で見てて「 面白いと思うらしいの。あんなゲーム見たことないから。そうなんだね。ないの。それ驚いた。うん、で、まあ、ちょっと戻すとね。うん、あのまあ2015年に韓国は平均賃金で日本を抜いていて,、ねいてうん、もうかなり差がついていて、このまま放っておくとどんどん差がついていくことは間違いないなっていう感じですよね。うん、そうですね、えー。で、まあついでにじゃこれも見ときましょうか。まあ本当に問われなきゃいけないのは何かっていう意味では、これやっぱりこの二つは見といていただいた方がいいですね。こ,こあの国民。 1>, 1人当たりの GDP の順位あの1人当たり g d っていうのがなんとまあ本当に黄金時代にもあったということですよ考えられないですよねこの2位とか3位とかっていうのがね、まあ、アメリカに次にいにいですけどねここはね。でこれがまあ2000年はまだここだったんですよ90年代でもここだったんですよだからまあ日本のまあその経済復興行動成長みたいなのがもうある種もうピークを迎えて。 えとまあ、本当はバブルの弾けたのがこの辺ですからもうこの辺からはその余韻ではあるんですけどです、ね、山一の破綻が97年で1回すごい下がっていると一、ね、回97、ここは山一証券とか、はい、北海道拓殖銀行ですよね、はいでまあ、震災とかもありましたからね、日本はね、はい、でもとにかくここ,こ,こまで来たで、ここから今の落ち方っていうのを見てくださいよ、とにかく。はい、これはもう えー、OECD ってあの38カ国かなしかないですからね,ね実際はね。で民主党政権の時に少し上がったんですよね。うん、で安倍になってまたガーンと下がったっていうことだね。 えー、報道の自由ランキングとかにかぶせるとなんかすごい、まあ、日本はこんなに行ったことはないですけどねもともとね、うん、でもあの <laughs> ちょっとちょっとまああったりし、まあ、か本当にマジで悪夢の25年間の自民党政治だったってことがよく分かるんだけど、うん、これをね、うん、これよってこのデータをあの、まあ、僕なんかツイッターでね繰り返しこれを表示していてねツイッターのまとめでもね「あのルゲッターかな」とかで見ることができるんだけれどこういうパネルをいっぱい僕出して。 言ってるんですよもう5年ぐらいねはい、はい、でもやっと朝日新聞がね「平均賃金が25年2015年かに韓国に抜かれました」って出しましたね 1>,、うん、1週間ぐらい前にね。 でこれは面白いですよねでこれは要、まあ、巨大既得権益のかばい合いってことだよね。で昔は通信もそうだったけど、まあ、電力がそう車がそうで放送、まあ、ブロードキャスティングがそうっていうことで巨大既得権益を中心とする、まあ、頂点とするピラミッド構造がいろんな場所にあってねで巨大既得権益、まあ、例えばマスコミは あの通信のかつては通信の今だったら電力や,、AI、や自動車におけるそういう、まあ、垂直統合的なものを擁護するんだよねでそれを批判すると自分に返ってきちゃうから、まあ、スポンサーであると同時に自分たちも同じような恩恵を受けてる産業だって宮根さんねよく退場するべき会社が退場してないからダメなんだなんて言ってね 特にタイはないですよ例えばなんか東芝だ日立だなんていうのがまだ、うん、なんか尾で振って歩いてるじゃないかみたいなことをまあまあ言う人がいるとね一番ね既得権益が全く揺るがずにつまりですよ新規参入のシェアが著しく少ない産業ってあらゆる業界見,直し見渡した時にマスメディアって既存のメディアのシェアが いま、ね、だに圧倒的だし最近ねインターネットの,その広告のシェアが、えー、あれを一応ね総額ではテレビを抜い,抜いたっいあ抜いとそれをお見せしますねちょっと待ってねあそうですねこれですねこれが今,、うん、今の、えー、広告費でこの青いやつですねこの青いやつが、うんいね、青いやつがこれ<し>ネットなんですよでねこの一個前でこれ見てこれ,これかあ,があの ネットがここで登場して、うん、もうここで、えー、今ここまで2016年でここまでだったんですよはい、はい、でも一番新しいのになるとここになるんですその先を見るとあの抜いてるただねこれはねですよ例えばテレビっていうのは放送事業者のことを言ってますから地上波チャンネルがまあ今全部で100あるのかなその全国であの見てですよ。うんはい、それから それからまあせいぜいまあ100いくつくらいそれからあと衛星,衛星事業者とかラジオ局それあラジオは別ですよねだからテレビ、まあ、衛星とえー、まあそ,本当そんなものの総額でしかないだからせいぜい100社多くても200社くらいの売り上げの,、まあの広告費の総額ですよ。インターネットのこの広告っていうのはね ダンスだけやっててに出してますみたいなのにも広告がついてるしなんか鼻から面を吸って見せる YouTuber のにも広告がついてるしまあ逆に言うと我々は広告取ってないからビデオニュースの利益がこんなふに入ってないっていうまたあの問題もありますけどあのインターネットって無数のサイトの合計額だからあの全体としてのいくらみたいなのほとんど意味をなしてないんですよねこれは実際はね。ああのあのマクロで見れば こういうことなんです枕で見れば それでもね広告主としてはね結局 YahooYouTube を中心としてマネタイズのモデルってなってて要するに一個一個広告を出稿してるわけじゃないけれど YouTuber の活動によって自動的に広告費払ってることには変わりないですよね。で電通経由じゃなく払ってたりするわけですよ今回ね。ただね皆さんねこれ一つよくネットが似たっていう話を出すわけですよね。でもねこれ テレビ全全体体とネット全体の比較なんですよで僕がいつも一番問題にするのはいやテレビっていうのは報道もあればワイドショーもあればドラマもあれば全部です。ネットというと鼻から目にする人もいれば、ね、あのそれこそポルノサイトもあれば全部です。報道報道のシェアっていうのがデータなんかないそんななもんデータないですよ。データな,んかないでですよでも僕の まあ皆さんもちょっと何となく思い起こしてほしい皮膚感覚としてはですねそれはなぜかといえば例えば記者からブ組で情報のアクセスも完全に独占されてるし、えー、もうあらゆる点でやっぱ報道はそのメディアの中でもあの人権非メディアの中でも最も人権非に思われてるからあのこれでメディアがどんどん攻められてるって思うと。 ちょっとミスリーディングなんですよ報道の分野は全くまだ揺らいでないと新しく報道をやってちゃんとペイして儲けていてしかも一定のシェアそれも1%以上の何て言うんですか数字になるようなシェアをですね得てる報道機関なんて 一つもないじゃないですか。そんな国は先進国で一つもないんですよ。うん、でもこれは構造的な問題で、うん、まあ電波法でね、まああの要するに権力とゆ着した放送利権っていうのが確保されるようになっているでしょ。放しうん、で放送法もこれまた内容的なことだけれど、うんはい 政権との癒着を促進するような内容になって政府が直接免許を出しているということをっているわけでしょで記者クラブ制度今神保さんおっしゃったようにそれによって結局内容的な完成っていうか規制に結びつくようなタイプのやっぱり政権との癒着っていうことが担保されているわけですよねだからまず電波法を変えて放送法を変えて記者クラブ制度を変えるもやめたがいいいと思ますねこの3つをやめなければいけないでこれを保管しているのが神保さんもおっしゃる黒そうなップの問題ももちろんあると。 だから、ね、その電波法で守られているそういう放送メディア集中新聞ねその新聞が完全に癒着した状況なので新聞が今申し上げたようなことについて一切触れることがないっていうことですね。うん、そううだからまあももこれが全く選挙の争点に1ミリななっていいというのはこれって今宮内さんが言ったみたいなさっきのグラフも含めて一番根本的な問題に触れる機会が ないとそれでね世の中にはあのいやもうインターネットにいろんな論考もあるしなんかこう議論もしてるし我々みたいな番組もあるし、ね、あのいろんなのも出てきてるじゃないかと言うけどね情報の大元が記者クラブという、まあ、ところで完全に抑えられてるとまず第一義的には全ての情報はそこを通して出てきてるものなんですよ。そここしててて記者クラブについて僕これ私のの講演の時使ってる あれなんで、ね、あのえっ、ー、と、えー、今日の番組用にあのできてないんですけど、まあ、これが基本的にその16社体制といわれるその記者クラブのまあ常駐者を出しているまあ5市新聞5市とテレビ局5局全国ネットですねそれに共同時事と、まあ、あと実はブロックしといわれる新聞3つ北海道中日西日本というのが、まあ、日本はあのこれもあんまり知られてないかもしれないですけど県市県に 一一し,ずつしかないでこれは40年の戦時体制で内務省が検閲する時にその時最初なんか400ぐらいあったっていうふうに、ね、書いてあったと思うんですけどどっかにそれをとにかく一件一致にしろと検閲大変だからみたいなことでやったまんま そのまま戦後来ちゃってるから一軒一しかないんだけどまあこのブロック誌っていうのはまあもうちょっと広域に全国ではないが広域にまあ読まれてる新聞北海道新聞は北海道だけですけどまあでかいですからねまあ数十万部を持っているところを合わせるとここここがその基本的にアクセスあるでしょそうするとねその一番情報のソースの段階でもうフィルターとスピンがかかったものをもとにしていろんな人がああでもないこうでもない書いてるものはたくさんあふれてるわけ。 たくさんで確かにすごい優れた、まあ、評論家なりアナリストだったりすればそういうのの中からも文脈をその見抜いてスピンを、まあ、もう一回逆スピンかけて直したりとかねあるいは独自の情報源を持っていいるる人もも数少ななくいるかもしれないで我々もできるだけ独自に取材をするようにあの心がけてますそれはだからメディアに報道されたものをもとにしてあれもこうでもない言うんじゃなくて独自に記者会見場に足を運び独自に直接取材しっていうのを しないとやっぱりそこはやられちゃうからだけど、まあ、全然マンパワーも小さいし少ないし限界があるわけですよねそうするとそこでもうその不都合な情報がフィルターかかってるっていうことは宮田さんがよく言う何を知らされてないのかは知ることはできないわけですよ、まあ、箱の何だっけ鍵のかかった箱の中の鍵問題で我々は何を知らされてないのかは知ることはできないわけですよね当たり前ですけどねそれはね。だから そこにまずその99.9%のシェアのシークレットがあるっていう問題をねえまあこれ選挙でどう問うのか僕分かりませんけどまずそこはまず入り口としてねやりましょうとちょっと今,日今の話とずれるというか後のの話につながることだけれどもインターネットがね機能、まあ、フィルターバブルとして機能する話っていうのはちょうどまあ25年ぐらいからね、はい、25年ぐらい前から キャスサン,ンスティーンが話題にし始めてね、えー、ずいぶん議論になってるんだけどそのインターネットが民主主義に資するのかどうなのかで僕は当初からインターネットはやばいとでそれは誰もが参加するからやばいんだといいいうことを言っていたでそれはあのそのやばい側面が2つあってね結局何も考えてないやつが政治に関わるってことが1つあともう1つはインターネットってフィルターバブルなので見たいものしか見ないやつが政治的な判断をしてしまうっていうことも 一つあるんですよねで結局インターネットってあ,のあそこで広告出稿量が増えようがあのインターネットのユーザーあ,のあるいは使う時間が増えようがねあのやっぱりテレビとは違うところは国系列16社 であるとしても、ね、だからいろんなことが報じられるそれでもねでもインターネットっていうのは本当にあの見たいものしか見ないつまりこれはあのよくそプッシュプル問題でいうとプルしてくるから何を引くかって言えば自分が見たいものしか引かないっていうことですよね。でなのであの残念だけれども民主制に必要なまず事実情報がほとんどの人に共有されていないのでそうするとあの まあ同じプラットフォームの上で戦争賛成反対つまり事実情報を共有した上でね価値で分かれるっていうふうになるのがかつてだったとすると今その価値で分かれてるのは当たり前として。 事実情報の段階でもう違っったた世界に生きててしまいいいいる議論が成り立ななうことなんですよねでこれがもうこの15年ぐらい特にアメリカで話題になってきていることだけれどもインターネット側はどこの国でも平等に進んでいるのでね日本でも全く同じ事実情報の共有ができてないところで人々が何か価値判断に基づいて選択をすることができるのかってできるわけないんですよ。 でしょうそうですねだからあとで多分出てくるであろう熟議が成り立たないっていうことですよね熟、ね、議の民主主義が成り立たないです、ね、こ,れこれだけだよねまあもう一つ知っとかなきゃいけないのはインターネットでなるべく自分はそんな見たいものだけ見てないようなつもりだったとしてもアルゴリズムを理解してなければ、まあ、今フェイスブックがすごい問題になっててね次にあまりにも叩かれたんで社名を変えるなんて昨日言い出したわけですよ、はい、なんかメタって名前に変わるらしいですけどね。 あの何をやってたかっていうとそれを全部逆手に取っったたことが分かったわけですよね,そねその要するに見たいものしか見せないようにそうそう持ってくことによって人々はどんどんそれにフックされていくっていうことを知って意図的にやってたっていうことが分かったことが今回非常に問題になっていると。だからあの例えばじゃあグーグルサーチした時に普通にもう素朴にキーワード入れちゃった場合にあの表示されている順番は。 どういうそのアルゴリズムに基づいた順番なのかっていうことから最低限知った上じゃないと実は自分が見たいものを見てるつもりじゃなくても見たいものを見せられてる可能性があるっていうことじゃないですかだからそこはねずいぶん前にでも宮根さんでこの話やってねそれこそあの、えー、一番最初の頃の本か2冊目の本かなんかでなんか最近買ったものを買うとその広告がよく出るの嫌だねみたいな話をしてたじゃないですか。あれもう20年 くらい前だったけどそれが非常にもっとソフィスケートされた形になったということですね。あればあのは単純にあの本当にもう何かを買うと単純にそれがなんか広告が出るとあるいは何かを探してると一回見たっていう経歴があるとなんかとにかく広告にあたらそのカバンをちょっと買おうかなと思ってちょっとカバンのサイトとか見せたらなんか,なかカバンの広告がやたらいっぱい次に関係ないページに行っても出るっていうようなが当時からあった。今はもっともっっとと ディープなところでそれをやられちゃってるっててることですよ、ね、あの、えーまあ、ちょっと話進めるとね見てる話あのもうあんまり長くやってるとこれだけでも2時間いっちゃうんでねこれ僕がね <laughs> 公園でよく使うものなんですけどね日本,日本に起きてることの異常さを示す逆,逆張りとしてぜひこれね、えー、ここ10年15年くらいでアメリカで廃刊になった、えー、まあいわゆるアメリカの えー、中堅、まあ、僕に言わせれば名門地方誌ですよあの私の古巣のクリスチャンサイエンスモニターも今はウェブ版オンリーになっているのでここにあるんですけれども、えー、もっとこのた多分先があると思いますこれちょっと前のデータなので。 これだけの新聞がアメリカでは廃刊に追いやられたインターネットによってね。でまあこれちょっとあの今日のテーマとはずれますけどその廃刊になった地域の多くのところはローカルペーパーを全く失ったいわゆるその、えーまあ、ニュースデザートとかインフォメーションデザートで砂漠砂漠になってしまってで結局その人たちの多くは、えー、国政テレビのニュースとか CNN も見れますから。 みんな国政にその吸い込まれていってトランプさんの一局一党側とかはよく分かってるけどローカルの,あの政治は全く分かんなくなるっていうねでもねあの前にそうあの宮根さんに一回ご,ご紹介したかもしれないけど僕はあ,のあるその論文をね、えー、と番組の中で紹介したかな。まあ、これ これちょょっと,、えー、とじゃあ出し出しておきましょうかこれこの間ちょっと TBS から頼まれて短い文章を書いた時にもこの論文を紹介したんですこれプリンストン大学の、まあ、この2人の研究者がですね、えー、2009年に出したこれ論文ですごい面白くてこれはシンシナティの,ので新聞が2紙あったのが1紙に変わったことによって。 それがそのローカルポリティックスにどういう影響を及ぼしたかっていうのをまあ経済学者とデータサイエンティストが検証したレポートなんですよ。これがあのジャーナリズムの,そのまあ役割とか機能っていうことの議論によく引用されるんですけど新聞が西の方が一紙になっただけで顕著に分かったことはえ投票率が下がり現職の再選率が上がるんだって。 でねまあ、それにちょっと付随する情報としてさらにこの中には入ってないんですけど別の研究で、えー、司祭だからボンドですよねあの借金ですよ市が発行する借金が増えパブリックオフィシャル市の公務員の給与が上がると。ねでね司祭が増え投票率が低くなおかつ、えー、と現職再選率が高いって日本は最初からそうなんですよ。で,、ね、でも日本は 一もとは言わないですけど、ままあ、ほぼ全く新聞あの発行部数は落ちてますけど配管にななってないんですよ一つも日本はメディアは機能してないだろうっていうのに僕はよくちょっとこれ使わせてもらってるんですけどあのメディアの話すると長くなるから先に進みますが一応ですね今回マルガ的なテーマとしては一応一番目にこれ、まあ、メディア問題ということで。でね、これはあの今もう 結構話したからあんまり深掘りしませんけどこの番組をもともと見ている方もそれからほかでも結構僕話してますけどそもそも例えばあの記者会見の話っていうのは結構の多くの人が知ってるわけじゃないですか全部インチキの記者会見で事前に記者クラブは質問を出し官僚が答えを用意したものをただ安倍さんと菅さんは棒読みしてただけだということはもう分かってるしそれは安倍さんに退任会見の時に僕は質問までして。 安倍さんはそれに対してはっきりとね、あもうじゃそれだけはちょっとやっぱさすがに出そうかな。それだけはえっとね、安倍さんの安倍さん実際これか、これですね。えっとビデオニュースの神保ボと言います。総理お疲れのとこ申し上げません。あのーえーまあ,あの総理の在任期間にぜひどうしても国会が出て思ってたことですので、あのちょっと立ち入ったことになりますが、あの総理安倍政権はですね、これまでの政権に比べて ま、非常にあの徹底した。まあ、メディア対策というものがおなされた政権だというふうに思っております。あの、例えばえ個別のあのメディアにあの出演され、あの今まで輪番で出てたもの。個別のメディアにま1本釣りのような形で出演されるとか、あるいは質問を事前に取りまとめて質問。それを出した者にしか。 記者会見に質問を当てないとか、ですね、まあ、かなり徹底したメディア対策というのをされたで、それ自体が悪いと言ってるわけではないんですが、それは、えー、総理ご自身の指示によるものだったんでしょうか、それともあの、まあ、ワーキングレベルで行われたものが、まあ、あの総理は知らずにやってたものなのか、あるいは、まあ、総理が仮に知らなかったとしたら、総理は記者会見で,です、ね、質疑の場面なのになぜか質問と答えが目の前のメモに書いてあるという状況をご覧になって、えー、何か違和感を覚えられなかったのか。また そのような関係がです、ね、メディアと政治という関係において、民主主義において、総理はどのようにお考えになっているのか、そこのお考えをお聞かせくださいまずです、ね、この安倍政権が例えば、幹事者から質問を受けるというのが安倍政権の特徴ではなくて、ずっと、おそらく前の政権もずっとそれは同じだったと思います。安倍政権の 特徴ではははないといとととうこままずはっきりすみせん総理の答え、最後まで聞いていただいて。それは、幹事社からの質問については、ですね最初に受けるということは、これは今までの各,社各政権がみんなそうだったんだろうと思います。で、また当然、正確性を総理大臣の発言ですから、これは正確な答弁をしなければいけないわけでありまして。 どういう質問が出るかということは想定で作っているということでありましてこれ必ずしもあ,のあらかじめ今日だって全部私こうやってお答えをさせていただいておりますがあのそれぞれ前もっていただいた質問では,ではないわけでございましてそれとメディアにそれぞれどうやって出演するかどうかということについてはですねそれはそれはとりどの 政権が判断するんだろうと、思います。いいか悪いかというのは、また、それぞれの判断だろうと思いますし。まあ、あの、この番組では何度も、これは、あの、見ていただきましたけど。まあ、えっ、ー、と、これは、まず事前に質問を出してないので。実は、結構、この方は。賢いのか、うまいのか、それも本当に。 意味が分かかっってないいななのかちょっとよく分からない <laughs> ただ要するに全部の質問を取りまとめているじゃないかっていうことなんだけどいや幹事社から質問を出してもらうのは前からやってましたで幹事社は確かに前からやってたんですよ。安倍政権になってから幹事社だけじゃなくて、えー、記者クラブ内閣記者会への質問を全部取りまとめているっていうことを言ってるけどまあ質問そんななかなかとできないので確かに幹事社は以前にやってたかもしれないけど安倍政権は全部やってますよねまあ、で全部前もって聞くっていうところをしなかったら。 そういうい答えを聞くわけですねでしかもさら問いができない追っかけ質問ができないのでいや総理でもそれは幹事長だけじゃなくて今は全部じゃないですかっていうことを追っかけて聞ければあのどう答えたかですけどそれはできないことになってて席から言おうとすると秘書たちが「席からの質問やめてください」とか「あの円滑な記者会見の上にご協力ください」とか大きな声を出されて書きかせられるようになっているっていうことでいずれにしてもこれは分かってれあれだけはもう言われたわけですよね。なななのにに今回も全く問題になってない で実はまあ岸田さんになって少し変わるかもしれないっていう期待感僕は持ってるんですけどつ一つ言っていくと明日のあさっての選挙の開票状況の自民党での、えー、会見とかその他は、えー、全部平川クラブのみで前は安倍政権ではそれは,それは僕らできたけど今回それもできないだからちょっと悪い予兆が <laughs> 出てるんですそれは。ちょっと あの分からないただあのどういうことかっていうと安倍政権の時は政権がかなりその支持をして政権主,政権主導で、まあ、今井さんとか長谷川さんっていうその秘書官や補佐官補佐官の主導でそういう制度を作ったけどあのほっとけば官僚はブロックしようとするんですねで政権の、まあ、政治家がそれやるなというふうに言わない限りはどん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 締めていくに決まってるわけですよそれはね。 で民主党政権の時は政府がもう政治家が大臣がオープンにするって言ったから官僚は嫌だったけどオープンにせざるなくなってオープンしたっていうところがあるんでまあ岸田さんの場合はほっとくからどんどん閉まっている可能性はありますだからちょっとわからないでもまあ,まあこのまあ問題それからこれちょっとえ全部できるかどうかわかんないですけど我々がこの4年間くらいでえーずっと取り上げてきたものの大きな問題をまあ並べるとまあこんな感じに まあなるんですが何か宮台さんほかにあのさ志がおっしゃったねあのアメリカのね地方紙が廃刊されるとあるいはウェブだけになってしまうと、うん、基本チェック機能が働かないので西が一になっただけでも公正、えーまあ、とか公平に関するチェックができなくなる。うんうんうん であるいはさまざまな雇用職も、はいえー、放置されるようになるっていうね。ねそういうことですよね。うん、あのジムさんも先ほどの中に含まれているわけだけど、うん、結局日本はあのあそういうふうになってしまったアメリカの状態がもともとデフォルトだったっていうことなんですよね。<う>よね最初からだから日本はそうですよね。あのだってしかいあの新聞が廃刊になってないのに投票率これをまあ今日一応取り上げようと思ったた、うん、テーマの中に入っているので一応言いますけど。うん あのこれはまず投票率ですね。であのこれはこうやって見ると、まあ、た,だた,ただ単に推移みたいになりますけど、まあ、一応じゃ推移から見ていただくとこれ小選挙区制の導入した最初の選挙がここからなんですよ。ここからなんですよ。でここまでで全部中選挙化なんですここまでだから中選挙区成果ではあの70%を,を,を超えていたなぜならば。 自民党内で、えー、とにかくまず上に行かないと大体3人いると1人は社会党が入ったりするじゃないですかそうすると4位になると落選しちゃったりする派閥が違うところが同じ選挙区に出、ねね、すからねだからもう本当に必死であの皆さん投票もするし支えるっていうこともあって、ねで。小選挙区になると 特に優劣がはっきりしてる選挙区あの、えー、言い方がちょっと失礼かもしれないけど田舎の方に行った場合にも自民党の候補が7割取ってるとかねあるいは神奈川でも河野太郎さんとか、えー、新次郎さんのところとかはもう7割とか取ってるところは、まあ、投票の行はしないですよ、ねうん、もう全然行ったってもう意味ない意味ないっていうふうに感じちゃう、まあ、勝つ方も行く気があんましないし紛ろうもあも行く気がしないっていうところになっちゃうからでもっと言えば。 その対立する党の方もあんまりもうそこの選挙区に力入れないじゃないですか勝てっこないって分かってたらだからそうするともう盛り上がらないということで、まあ、小選挙区になると落ちてしまうとでこれは民主党が政権を取った時の選挙、えー、09年の衆議院選挙そう、ね、う事前のリサーチでもあの民主党の方が、うん、自民党よりもあの人気があったっていう、はい、そういう時代ですね。はい でこれが今、まあ、ここまで落ちてる、まあ、15%以上落ちてるっていうことは、まあえー、大体有権者が1億人今前後らしいですから、えー、1,500万人くらいが投票に、まあ、行かなくなった結果でそ,れそれのうちの先ほどちょっとあの橋本淳司さんの橋本健二さんの会であのそういうデータがありますけど無党派層の7割以上は、まあ、本来はリベラル層なのでそうするとこの行かなくなった ただまあ,普段そのあんまりその無党派層で特に支持政党もないような人たちの多くは行けば全部じゃないですけど7割とかの確率でまあ野党あるいはリベラルな方の政党に入れる可能性が高い人たちがまあ野党をまあ見放したのこ,のこ,のこの民主党政権の終わった後にもに見放して結果こうなっていると。でもこれは まあもう一つじゃあ何をちょっといくつかじゃあちょっと,ょっとデータやるから宮根さんがその後コメントくださいまず日本のえ投票率っていうのがえ国政選挙のえ投票率っていうのがこれがえっとわざわざあその前にただの投票率のやつがあるようなただの投票率あったあった変化の方はやる先にやるって分かにくいのでこっち先にやらせてください。 えと2010年から2018年までの間の国政選挙を OECD のサイトで、えーとまあ、その、えー、と平均投票率をまあ100からまとめたもので日本が 56%31 位です38国中ですね。でまあアメリカは選挙人登録をしないと投票できないっていう問題から日本は無条件で投票あの住民票さえあれば投票できるので、えー、それでアメリカとほぼ同じっていうのは。 条件ががが違ううのには日本が低いっていうことがとこ一つあとはもう本当に、まあ、これそれぞれちょっといろんな理由があるんでしょうけど非常にまず日本は投票率が低いってことを知っていただきたい OECD の平均で68%あの高きゃいいってことを無条件で言ってるんじゃないですけどとりあえず低いってことを知って,いて,知ってくださいそれでこの3か国だけは90を超える3か国は実は法律で義務付けられてる。 罰則がオーストラリアなんかあの罰則があったりするので、ちょっとこの三角は例外的に高いのはそういう理由です。でも他はそういうものがないのに、まあ先進国である証としては、のきなみ60%はクリアしないとなあっていうようなところがあるんだけど、日本は56で、実はこれは2019年のこの参議院選挙のこのえっと安倍政権下で2019年の参議院選挙48まで落ちたんですね。 でその48がこれには反映されてないので2018年までなのでそれを入れると日本はアメリカの下になりますアメリカは2020年の議会選挙で、まあ、トランプ、えー、バイデンの選挙はあの関心が高かったので議会選挙の投票率も高かったので、えー、の今,今一番最新のデータはこれ国際比較のデータが2020年はなかったのでこれしか今つけれませんでしたけど、えー、アメリカと日本は逆転してるはずですというところまでまず非常に低いということをまず 知っていただきたいということかな。 コメントしていいですまずこのね丸劇の論点リストを言うとこれ全て既得権益の保全に,、はい、に関連しているものだっていうことをねまず確認してほしいんですけ全てべてがそうですこれはね,ねあのあの、ま、だ分かりにくいところだというと、ね、検察問題の2番目これも実はあのいわゆる法実部における検察の主導権を手放したくないから検察が全て実は前さばきをしてしまうっていうねそこから由来しているっていう。 ということですよね。ねあの結局既得権益問題っていうのがね、す、ま、べ、あ、ての基盤なんだけれど、それとね今のあの投票率の低さの問題っていうのをね結びつけてお話ししたいんですよ。で既得権益っていうと多くの人がね巨大既得権益を問題にするでしょ。でも僕はあのそれでは足りなくてね、あの学生や非正規雇用を含めて既得権益にへばりつくんですよ。でそれはね例えばあの安倍政権第二次誕生したときに。 あの東大のゲ現政権支持率っていうのは過去最高だったんですよね。これは東京大学新聞の調べだけれどもね。で、あるいはな過去の選挙どの選挙を見ても、あの若年者であるほど現政権支持の率が高いんですよね。えー、つまり既得権益保持勢力、まあ、政治勢力に対する支持が若年者ほど高いんですよね。で、これはね、あのなぜなのか。 ということを考えていいたただきたいんですよいくつかの要因があるんだけどまず2つ、えー、さっきの悪夢のね自民党政治の25年間というふうに申し上げたけれども、はい、例えば20歳の学生さんはね 豊かだった時代を知らない。マルトッヒからもそうです、ね。そうですよね。横,<で>横プラトフォンの、ね。そうですよね。で僕らやジンボさんは例えばバブル経済の時代を知っている。バブルの前のこれも知ってます。これも知ってますよね。でもちろんコーズ経済の成長も知っているしバブルの時代だったらね六本木のカローライコールベーブベーみたいなねそういう時代もありましたよね。うんでも,でもまあまあカラーテレビがききて洗濯機が全自動になりそうそうそ掃除機洗濯機カーラーカラーテレビ。クーラーがきき、はい、てまあクーラーのある家が最初 ちちょっっとお金持ちの家だたす、ねはい、すラジカセをソニーが席巻して、ねはい、その後、まあパナソニックナショナルも追いついてきて、はい、でその後ウォークマンでね70年代後半からソニーが世界を席巻してで79年にエズラ・ボーゲルがジャパンアズナンバーワンを出して。はい 85年,、はい、年ですね。プラザも結局日本一人勝ち状況というのを背景にした国際合意ですよね。当時日本は製造業一人勝ちっていう状況にあったのでアメリカではあのワシントンホワイトハウスの前で日本車をねぶち壊すっていうラダイト的なパフォーマンスを議員がやったっていうこともあったっていうねそういう時代を知っている。 人とその知らない学生さん、若い人っていうのは、やっぱり団地が、団地がなんですよ。期待、期待値が違うと。期待値が違うってことですよね。うんうん、で、これはデフォルト。次にもう一つのファクターはね。あの、結局安倍、あるいは自民党政治の二十五年間で。既得権益を身軽にして、産業構造改革を抑制する。で、そのために。法人減税と消費税を使うし、非正規雇用化を使うっていう、このやり方で。実は、あの、いわゆる巨大企業であれば、あるほど既得権が身軽になって。 内部留保をため込んでその分安倍さんの要請に応じて非正規雇用、まあ、雇用用の所得とを改善でできたんですよねでなのでこれはあの、ま、あの松尾忠さんもねご著書で東京ベースにお話していらっしゃるけれど昔を知らない学生さん非正規雇用の方々っていうのは安倍政権のおかげであのちょびっとだけ雇用と所得が改善しただから源泉権はいいんだっていうふうにして。 やっぱり既得権益にへばりつくというここが起こるんですよねでまずこのファクターをお話をした上でもう一つのファクターっていうのがあってねあの先ほど、えー、投票率の下落の変化のパターンがありましたよね。うん、これはね、うん、実は日本だけのじゃなくて世界に共通した大問題として、うんえー、面白いんですけど、うん、90年から99年の10年間の、うん、平均投票率がオレンジのとこなんですね。うん それに対してこの青い方が2010年から18年までの平均投票率で軒並みこれ下がったっていうことなんですよこの辺が。で日本も、えー、61から56に下がった。ででもこの辺の辺下がり方はすすごいんですねこの この辺ののの辺ヨヨーーロロッッパパね特に東ヨーロッパの下がり当然なんだよ民主主義に期待したら全然ダメじゃねえかみたいなところで,で、ねまあ、ただ多くのところが下がったんで逆転しているところは上がったところがちょびっとだけこういくつかあるんですけどこういうふうにでも上がったとしてもわずかです下がったところは結構大きくだから全体的に下がったっていうことを言うために OECD が。 あの作ってるこのグラフだったんですが、えー、これが90年代と2010年代の変化、まあねはい、これについて言うとね若い世代日本の場合ねこれ世代のデータが出てないけど若い世代ではあればあるほど投票率が低いんですよ。うん、それも劇的に若い世代であればなるほど投票率低くなるんやすよ、ねまあはね、かいはもうありますよ投票率は。本当にあ,あえて あの20代30代と60代70代だけあの分かりにくする分かりにく,なくするために抜いたんですけど、うん、これくらい違う前回の選挙で言えば倍近く60代70代の投票率がその20代30代の投票率を倍近く上回っているっていう常に大体、まあですね、倍近いですこのデータが出される時はね、うん、政権が誰を向いて政治をするのかっていうことをその言うためにし。 使われるデータなんですよねでこれだったら当たり前だけれど政権は高齢者あるいはお年寄りあるいは年長者、えー、何でも言ってもいいけどこういう人たちの既得権益を守るという方向で政策を展開する、まあ、これね宮田さん今の話、うん、ここに僕こういう書き方をしたんですが、はい、これですね 30区を強いる選挙制度、うん、30区っていうのが、まず一重、一重区がまずこれなんですけど、うん、もう一つ二重区として、これを一応用意してるんですね、二重区がですね、これです。えー、っと、投票率と、それから、うだっけ、えーっと、人口か。うんで しかもまあこれはもう,もうよ,くよく皆さん分かっているようなえ要するにオピニオングループとしてのボリュームが小さくなってるってはいまあこれ今,今これですよねこれ2020年の,そのデータですけれどもねこの見てい分かるように6070代のまあこの団塊世代がいるこの人口ですよねここの人口とえー このまあ、特に20代以下は少ないんですけど20代30代のこの数ですけど人口的にまああの段階の世代に一番多い時は200万人以上生まれていて僕らの時も100万台の後半生まれている、はい、でも今80万人はい、はい、これつまり既得権益問題に直結している話でしょ、うん、それが当たり前だけど年長者であれば既得権益にへばりつきやすいそれはね例えば沈みかけた船の座席争いをする時に、うんね、船が沈むまでに俺が。 生きているかどうかみたいなね。あ、うん、のわかりやすく言うと、あの俺が退職するまでに沈まなきゃいいやっていうふうに思えるその割合がどれだけあるかっていうことで言うと年長者が有利なんですよ。うん、年長者は既得権益にへばりついた方が合理的なんですよ。経営者で大体年あの年功序列の企業がですよね。まあもうみんなそうです、ね。なんですよね。まず逆に言うと、まあ理念としてのね、あの産業構造改革あるいはその権益の配置転換というのは、やっぱり年長者にとって厳しくて。 若年者にとってはその構造転換してからの時間が長いから、若年者にとっての利益なんですよね。退職金が減るわけだからね。そうですよね。で、だからオピニオングループとしてのボリュームが若年者が低いっていうのは結構やばいことで、でよほど投票率が高くしないと、その合理的な判断として政権が若い人の未来のために産業構造改革をしましょう。 なならないですよで、日本がそういうことが起こってますよ、ね、一応ね、30区って言ってから3つ目だけ一応紹介させていただくとね、うん、これちょっとね、まあ、選挙区、ごく細かくなるから、すごく分かりにくいんですけど、ちょっと、アバウトで理解してください、要するに、例えば今で言うとです、ねえっと、今回の選挙では、鳥取1区と東京13区の人口が、東京13区が倍以上あるんですね。と、はいうことは、まあ、1票の格差が、だってどっちも1人しか選べないですから、1>, うん、1票の格差が倍以上あると。 ね、つまり簡単に言うと、えー、人口が倍で1票のボーティングパワー、うん、力が倍、うん、それで投票率が倍ですよ。8倍、うん、あるわけですよ、ね、つまりあの, 2> 2の、ね、60代70代の人を1人を倒すためには、うん、20代の人間は8人でスクラム組まないと政治的にはですよ、うん、倒せないっていう中で。 いいやこれは厳しいんですよその中で、投票に行けとお前らっていうふうに言うのってなかなか厳しいじゃないですかそ,うでそ,のそれはどうしたらいいですかそれ,じゃあ、ね、それは、ね、実はどうしようもないんだということを話しますね。はい あの一つのね導入はあのシールズあのこれは安保法制の時のね、はいはい、国会の前のデモや集会をやった、はい、あの若手のグループで今の大学生もしかすると知らないかもしれないんだけれどもまあ5年ぐらい前の。でもそう あのこれはすごい盛り上がって、うん、実際あのあの政権をするを気にしていろんなことをやったってこともあります、うん、実際に問題とって影響力ありました、うん、ところがね僕の本向校である取り違いで私立、うん、のやつももちろんいるんだけれども私立、うん、のことを話題にする学生っていうのはいないんですよ、うん、でそれどころかむしろタブーなのね、うん、タブーなんですそれはねそのはるか前から、うん、つまり1996年からね、うん、僕は観察して気がついたんだけれども あの過剰であることを痛いって呼ぶようになるんですよ。 あれやっぱ過剰ですか？過剰であるとと痛いられる問題。そこまでいくと過剰ですか？もね、あもうデモで、ま、その前の話。九十六年の段階ではね、うん、例えばオタクが運転競争するのは痛いっていうようになるんですよ。うん、あまあそれはわかるあるいはその年下恋愛とか遠交とかしている女たちは女たちの間で痛いって呼ばれるようになるんですよ。年の差恋も痛い。痛い。その過剰なんですよ。うん、で同じように趣味にハマってるっていうね。うん、でなので例えばすごい運転を傾けて周りの人にはわからないことを言う人間。 オタクじゃなくても、やっぱり痛いですよ。ていうことで、ちゃんとかも痛いわけね。そうなんです。だから、そこで、まずね、政治の話は痛い。性愛の話は痛い。趣味の話は痛い。つまりタブーになっていく。話すことないじゃないですか。ないですよ。だから、例えば、この五年ぐらいで言うと。あの、高校以上の人はね。政治の話、性愛の話。趣味の話をしたいときには、必ず裏ア垢を作るんですよね。だから、だから最低裏アカウントを。 えつ、ー、持っているっていう状況に。なる。そういうことを話したいっていう願望はあるんだけど、話したらもう仲間の間で。やばいから裏。願望があるかどうかはもう疑問です。それはね。願望もないかもしれない。願望ないかもしれない。だってね、これはね。あの政治学の基本的な考えなんだけど。うんうんうん 政治ってあの例えば投票率とか、えー、あるいはその投票意欲とかって何によって決まるかっていうと事実情報じゃないんですよね価値観で決まるんですよね価値を貫徹したいねだからこれは良くないとかこれは良いとかっていうねで実は政治的な価値観ってどうやって育て上げられるのかっていうとコミュニケーションで育て上げられるんですよでこれはね1940年代50年代のアメリカで議論になった。 いだかの中間集団の大事さってことこなんですよね,ですよねあるいは中間、まあ、簡単に言うとソーシャルキャピタルを持つ人たちを支える中間層が膨大である必要があるって議論なんだけどだからもう一度言うと政治的な関心を支えるのは価値観で価値観を支えるものは基本的にディスカッションというよりも少し広い例えば若者たちが食事の時にね、えー、政治の話ができるかっていうことなんですよ。 なのでね、あの政治学的なオーソドックスな理解記述でいうと、まあ日本は。千九百九十六年以降、若い人たちの間では政治の話はタブーになったんですね。だから、あの一緒に飯を食べるときに、お酒を飲むときに政治の話はしないんですね。だから、政治のコミュニケーションに触れることがない。 で一言のように話すのは自分のほら政治的な心情とか話すのはもう絶対アウトなのわかるんだけど、一言のように話してもダメなんだ。話題,話題がタブーなんです。もうなんか枝野ってこうだよねみたいなのもダメなんだ。石破、石破ってなんかとかでダメなんだ。うん、でねあのそれはね当初は過剰さは痛いだったんだけど、2005年とか2010年僕はあの政愛の研究をしているのでわかるんだけれど、うん、その話題に乗れない奴がいるとよくない。うん 誰もが乗れないとよくないいとくみんなが乗れる話をし,しなきゃいけないいう。ないっていうふうに飲み屋でそういうことになったんですよ。うん、でまず男が2005年からそういうふうになって、うん、女が大体いい2010年からそうなるんで5年遅れぐらいでそうなったんですが、うんうん、その結果今ジモンさんのおっしゃったようにね過剰なことは痛いから政治のことは言えないだけじゃなくてトピックを出すこと自体もねその話題みんなが乗れるわけじゃないからやめようねってこうなるっていうのが、うん、始まってもう15年。 立ってるってことです。それは何ですか。なんか優しさとか思いやりなんですか。ななんですか。それ,はそれは優しさ思いやりじゃなくてね。わ、うん、かりやすく言うと、あのポジションをお互い取るためには、えー、みんなが乗れるゲームをしなきゃいけないんですよ。みんなが乗れるゲームで。 えー、だからその分かりやすく言うとキャラを演じるってことができるためにはキャラのプラットフォームってのがなきゃいけなくてねうん、うん、キャラを演じるプラットフォームっていうのはみんなが乗れるゲームじゃなきゃいけないですよ。えーえー、自分たち知らない人がいるとキャラも演じられないじゃないかみたいな,な,いないそういうことになるわけですよね。それは知らない詳しくないやつっていうキャラじゃダメなんだ,だそうなので <laughs> あの思いやりというよりもあのセリフフディフェンスだと,思うんです、ね、でとにかく今言ってるような経緯で政治の問題は若い人たちができないんですよ で,できないので残念だけど政治的な価値観を支えるようなコミュニケーションのベースがないで価値観が定まらなければねまず事実情報も集めないし事実情報が分かったって別にだから何,の何なのってことになってこれじゃあ投票に行かないでしょ。価値観がななければ投票にはいかないんですよということで投票に必要なのは価値観価値観に必要なのはコミュニケーションコミュニケーションに必要なのはっていうふうに考えると日本には こ、まあの部分はまだ僕言ってないけれどコミュニケーションに必要なな自尊心が日本人人若い人ないんですよあの、ね、これはね古いデータだからちょっと、えーまあ、でもお話をすると僕1980年代にねあの株式会社リクルートの名簿で大規模な調査っていうのをやっていてこれはもうあの政治から性愛から趣味から宗教から全てにわたる話題を調査しているんだけれどもそこで面白いこと分かってるんですよ。あのねあの よく若い人の調査であの自尊心自己評価セリフエスティームあのどういう質問で聞くかっていうとあ,のあ,あなたは価値のある存在だと思いますかっていう質問なんですよ。ああなたは価値のある存在だと思いますか、うん、で僕らもこれを使っていてあのこの値って低いんですよ日本青少年研究所のデータだとねアメリカや中国っていうのは7割8割だけど日本っていうのは1割を切るんですよね、うん、まあ6%から9%ないんですよね。うんうん でそれを前提にして言うと僕らのデータっていうのは相関を取るんですよ。その相関を取ると自尊心つまり自分に価値があると思う人ほど対人関係、えー、密接というか対人関係のまあ頻度が高いというか対人能力があるわけですわ分かりますけどとね。で自尊心が低い人間は対人のコミュニケーションの頻度が低いあるいは対人能力がないんですよ。でこれはまず 双方向だと思いますよね自信があるからコミュニケーションするあるいはコミュニケーションするから自信が出てくるっていうねでもう一つ面白いのは自尊心が低い人間は政治的な関心が低いんですよこれは明確なデータなんです面白いねそれはどういうふうに相関というそれはね僕は解釈が2つあってその時僕が書いた論文ではこういうふうに解釈しているんですよ やっぱ自尊心、まあ、自信がない不安な人間ってその部分その分自己関与的やっ,やっぱり自分を守ることで一生懸命になってそこにエネルギーを使ってしまうのでね、うん、社会の正義や公平についてあるいは社会的な価値観についてねあれこれ力を使う余力がないっていうね。と、うん、いうことですよね。あとまだ80年代はは、ね、政治的なな話題が多分ではなかったっていうことを前提にして言うと やっぱり自尊心がないそうするとコミュニケーションしないだから政治の話もしないだからあの価値観が情勢、まあ、ビルディングされないっていうそういうことのルートもあるっていうふうに考えたわけですよね。でそれでいうとね日本の若い人がここまであのつまり中国やアメリカに比べるとね価値があると思いますっていうふうに自分を評価できる人間10分の1以下でしょ。でそういうい状態で 政治に関心持てると思います、まあ、そうですよ、ねうん、でこれは結構重大な問題でね、うんでまあ、僕はいろいろ時計リサーチをやってきたけれどもこれは、まあ、勘で言ってるっていうふうに考えていいと思うんだけど、うん、いろんなこと調査をしてきた経験から言うと、うん、まあ自尊心がが低いっていう問題めめちゃめちゃゃ重要うん、うん、だからコミュニケーションで迎合的になったりポジション取りをしたりするのも自尊心が低いからだし。 政治的な話題あるいはいろんな話題を避けるっていうのもね自尊心が低くてディフェンシブになってるからだっていうふうにも考えられるっていうようなことでこの自尊心問題がね、うん、あのまずめちゃめちゃあの大きく効いているっていうふうに僕は思ってますね。これね宮田さんもう完全にこれはもうワンテーマとして1回どころか23回やんなきゃいけないようなテーマなのを 1>,、はいえー、1分2分で話せっていうような <laughs> 無,無理な相談のことを象徴の上で。はい なんで自らの尊厳というものを持てなく、特にここに来てなっているというふうになるべくあのトンというとどういうことなんですかね。はい、一で言うと、うん、家族が空洞化しているからです、ね。家<族>そう、うん、あのまあエリクソンっていう人のね考え方によると子どもの成長のプロセスでね、うん、あの最初はエロス的なものつまりあの 安心安全的なものが重要になるわけだけどだんだんあのあの自立あのインディペンデンスですね自分の足で立てるっていうことが重要になっていくわけです。でそれが円滑にできるかかどうかっていういのは 自信、まあ、あの、アメリカでは、それ、をセルフリライアンス、自己信頼っていうこと、自己信頼を。どれだけビルディング、セルフリライアンスですか。エマソンですね。エマソンなんですよね。それをどれだけ直しました、僕、エマソン。あれは時々、セルフリライアンスと、本が、皆さんあるんだけど、時々読むといいと思うんです。いいですよ、エマソンのセルフリライアンスは。で、エマソンの話をすると、また、なんか、長い。はい、あの、縮めるとね。こからデビッドソロの話に、ヘイニンデビッドソロに行かなきゃいけない。から長い、からそれは今度やりましょう。やりましょう。 大事なことはね日本の家族空洞化してるんですよでそれはねやはり日本青少年研究所のデータでいうとね親の親身目に会いたい人間っていうのは中国アメリカ8割だけど日本は4割でしょ、うん、あるいは親を尊敬するあるいは親に,あの親には逆らえないっていうふうに言う割合、うん、アメリカ中国やっぱり7割8割だけど日本で15%なんですね、うんうん、あるいは家族生活に満足だとか幸せだっていうふうに答える割合っていうのはアメリカ中国は大体6割だけど日本っていうのはやっぱり4割。うんうん なんですよね。っていうことで、すべてのデータから見て、日本の家族が空洞化しているんです。で、さらに重要なことはね、日本の夫婦って愛がないんですよ。で、それを示すデータって、あの愛があるかないかっていうか、センシティブクエスチョンエアーって、これは聞けないんですよね。で、みんなあるって答えでしょうから。で、何で見るのかっていうと、あの結婚の動機で見るんですよ。で、これもね、わかりやすいデータがもう過去20年以上あってね。女は。 金があれば結婚しないんですよ年収1250万を超えると6割以上が生涯未婚なんですよねでこれは本当になだらかで女は金がなければ金がある男と結婚するってことなんですだから男は逆に金がないと結婚できない金がないほど結婚できないんですよつまりこれは本人が主観的にねいや金じゃなくてはい,いですよって思っていたとしても統計データが示しているのは日本人は 愛より金なんです。経済的な土産で,で結婚。そういうことです。ですね、愛より金なんです。だからね、うん、もう一つそれを補強するデータがあって、これも日本だけのデータだけど、どうして結婚しないんですか。 結婚できないから結婚できない理由は何ですかお金がないからって答える人間が日本では答える1位なんですよ、うん、基本的にはね。でこれも大事なことであの他の国々ではねお金がないから結婚するんですそれはハウスホールディングをシェアする家計をシェアするという意味で、うん、な日本ではねそれじゃなくて金がないから結婚できないになっちゃうんですよ、うん、普通の国は金がないから結婚するんです。で金がなないいから日本は結婚できない で日本ではねシェアエコノミーシェアハウスとかっていうのは、まあ、2 0、ね、の5年,あの年ぐらいからですね年ぐららいからだなあのどんどんあの少しずつ出てくれるようになったんだけれどこれねあのよくいいことだって言われてるけど日本の場合家族形成ができないからシェアハウスになっちゃうんだっていうそういう要素があるので褒められないんですよね。でさらに僕が2000年にやった Z 階の名簿を使った調査があるんです。で ご両親は愛し合っていると思いますか、うん、でこれはセンシティブなクエスチョネアではないんですよ。うん、あなたは愛し合っていますかってセンシティなんだけど、うんまあ、そうするとね愛し合っている5割愛し合っていないと思う5割なんです。でそこがポイントではなくてね、うん、その後が問題で愛し合両親を愛し合っていると思う大学生は、うん、あの恋人がいる割合ステディーさんがいる割合が多くて生態系の人数が少ないんですよ。うんうん で、逆に両親愛し合っていないと思うと答えた学生さん、大学生さんたちは、生体系の人数は多いんですよ。だけれど、すでに恋人は少ないんですよ。ね、だから、これからわかることはね、愛は学ばれるものなんですよ。で、両親が愛し合っていると思う子どもは、自分も。愛を持つ、あの愛の能力を持つ、両親が愛し合っていないと思う人間は。 残念だけれど、あの I の実践に乗り出す動機付けがわかんないっていうことが、まあデータからわかるわけですよね。愛し方がわからないっていうのもあるかもしれないね。そうですよねでそ。そうすると、ね、セクのデータ、うん、日本の夫婦は愛より金でしょ。うん、だからこの方から見ると両親を愛し合っていないと思う割合はおそらく他の国よりも多いです。うん、そんなあのデータを調べ調査したの僕しかいないから、あのわからないと思うけど、もう一度言いますよ、日本は。 夫婦は愛より金、で、もう一つのデータは。親が愛し合っていると思えば、子供も愛し合えるようになれるとすると。やっぱり、子供が、親が愛より金だから、子供も愛より金なんですよ。で、特に自尊心の問題、金では自尊心を変えないんですよ。で、これはネトウヨ問題とかね、あの古くはフランクフルート学科の。あの、いわゆる中間層が没落して、ナチスを支持する問題なんだけど。 残念だけど、自尊心は金では買えなくて、愛されないと無理なんです。愛されることで自尊心が与えられる、あるセルフリーライアンスが出てくる。さて、日本の家族は空洞化している。愛し合っている夫婦っていうのは少ない。自尊,なな自尊心が少なくなる。あともう一つ。うん、愛より金の夫婦っていうのはね、あの、うん、子供に対するコミュニケーションが。勝ち組負け組コミュニケーションになるんですよ。うん、で、でこれはワークショップをさん、さんやってきたので、よく分かっているんですよね。 でね、子供にあの勉強しないと勝ち組になれないよ。うん、でカチ組ってね、で大体ね社会学者って65％あの偏差値65で見るんです。うん、偏差値65以上って大体7％なんですよ、うんうんね。そうすると偏差値65以上は勝ち組を偏差値65以上を取りなさいよって言われたらさ、うん、その勝ち組は7割で。 そうすると7割ントで残りの93%は負け組みっていうふうな意識を持つでしょ。だから大体東大総慶ぐらいに入りなさいっていう比率くらいですね漢字としては。そうですよね <laughs> で。だからそうすると <laughs> あの まあこれはあのいわゆる成績分布が各あのクラスでもね忠実に再現されているという前提があるんだけど結局親が勝ち組負け組にコミュニケーションすると子どもの９割は自分は負け組だと思うつまり自尊心を奪われるっていうことなんですよねこれ６５のってそんなに楽じゃないわけですねクじゃないですよね,すすねそうまあ６０だとね,ね１３４％あと６０ならまだ、ね、ある程度が分それでもね８割、うん、自尊心を持てるやつはあの１割 半ば、まあ、持てないやつってことは九割が落ちるってこと。だからね、そういうことから見てみると、この自尊心の低さっていうのは、日本の家族のあり方の、えー。特徴を表してるんですよ。で、ところで。じゃあね、これ直せるのかっていうと、直せないんです。で、なぜ直せないっていうかっていうとね、これは柳田国がもう。分析して言っちゃってるんですね。日本っていうのは不思議な国でね、まず社会がない、パブリックがないんですよ。その代わり、世間があったんですね。 で世間というのはその自分の所属集団つまり内集団の同心円的な拡張で他でも同じような生活を送ってるんだろうなというふうに想像できるところから世間が生まれるっていうねでもう一つ彼が言った面白い社会学者から見てあのデータっていうのがあってね日本の家族特に夫婦っていうのはあの残念だけどあの子育てに関心を持っていないしつけをしない、えー、子どもに見本を見せない。 だから、それは親の背中を見て育つとかっていう言い方があるけど。で、それはね、あの、よく取れば。あの、<laughs> よく取る向きもある、昔の家族が良かったら。そうじゃなくて、ね、これは。日本の親が、あの、子育てのノウハウを知らないっていうことなんです。だから、背中を見せるけど向き合ってない,ってい,うい,い。向き合うことができない。いいあの、うん、柳田の発想は面白くてね。うん、日本人は。あの、親子関係が。うん、その、子育てとして機能していないので。子供はね、まず飛び越えて。 現役労働世代ではない、じいちゃんばあちゃんとのコミュニケーション。あとは、近隣の、えー、は、まあ、異年齢集団の子供たちとのコミュニケーション、まあそう。そういうものの中で。まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、あるいは、異年齢集団。異年齢との光景の。そうそうそう、の中で。育つということなんですよ。では、うん、うん、もう一度言うと、日本の。家族は、子育てのノウハウを、もともと持たない。つまり、子育てに関する規範がないんですよ。で、でも、今、じゅんばさんおっしゃった。 昔は世間があって周りがあったので、それでも子どもはそれなりに規範的に育つことができたんですよ。うん、すよね。うん、ところが80年代の新住民家で、日本で一挙にそれはなくなったんですよね。うん、で、家族同士は相互不信。昔のようによそんちでご飯食べるよその子がご飯食べてれない。ね、よそんちで風呂入るだって増してないし。うん、斜めの人が声かけただけで、台風 <laughs> さ,されますから。今はそうなっちゃったでしょ。<laughs> で、昔はね、だから夜遅くまであのご飯の ご飯ですよって呼びに来るまで、みんなドッジボールやゴム跳びやってたでしょ。だから、それもどんな不審者がいるか分かりませんから。っていうふうに地域関係がね。不審ベースになっちゃったんだよね。そうすると、結局家族が子供を抱え込む。しかし、日本の家族は特に、親は子供に対する子育ての規範を持たない。つまり、愛と正しさ、これを大事にして生きていれば立派になれますよ。っていうね。勝ちベースの教育ができなくて、勝ち組負け組の教育制ができないんですよ。 バカなのは彼らのせいじゃないんですよ柳卓人によれば。っていうそういう構造的な理由でまず地域が空洞化していてだから家族の空洞ぶりが露呈していてだから基本的に子どもに何らかの価値意識あるいは自尊心それが与えられるような供給の線が途切れているっていうねこういう問題なのでこれはねはっきり言ってどうしようもない。マクロにはね、うん あのマクロにはですだから僕はいろんな実践やってるからミグロにはいくらでもできると思うけど大きなマクロのレベルではもうそう、うん、でそういう中からねそういうところがね、うん、あの経済人経済プレーヤー役人たち政治家たちがリクルーティングされてるんですよ。うん ね、まあ銀座六十五十の人たちがね。ね。だからそのそう,いう意味で言うと、経済人がクズであり、官僚がクズでありで、政治家がクズであり、どこを切っても日本全国どこを切っても金太郎雨の安倍素顔の顔であるというのは、まあ、クズ大量生産組織だった、ね。そうそうなってるんですよね。だからまずそういう構造があるんだってことをね、やっぱり理解していただきたいと。とにかくまあ僕は社会学者だから統計ベースで考えるんですよ。いろんな統計があります。一見すると関係がないように見えるけど、その僕の思考の特徴は一見関係 太陽に見える統計データの間で関連を見出すっていうのが僕の思考の訓練なんですね。面白いですね。はい、最近、あの、未来さん、あま興味ない分野だけどね。うん、あの、ちょ、っと聞いたというか、あの、見た話で。すごく面白かったので、今のいって、お、すごく僕は思い、思い起こしたのはね。今、ほら。 メジャーリーリグで大谷がすごいじゃないいですかすかすごいっていうか、まあ、どれくらいすごいかどれくらいの人は分かったか分かんないですけど、まあ、ベーブ・ルースを抜くかもしれないのが日本人だっていうことがどういう意味かっていうことはね、まあ、ぜひあの考えてほしい。ただ,ただね大谷君のドキュメンタリーやってたんですよ。でねお僕初めてお父さんを見たの。あれお,お父さんがずっと教えたんですよね。であんまりあの他のイートか一応みたいなお父さんあんまりメディアに出てこないんですよ。今もどっかで少年野球のコーチやってるで、ね、お父さんが 大谷の間であのいつもその,その日の試合とか練習についての反省ノートみたたいのつけてたわけすごくね今の話僕はなんかこうねあのかあのピンとくるというかですね金銭に振れるり取りがあったあのねお父さんはヒットが打てなくてもピッチャーでやってて打たれてたりしてどんなに成績が悪くても一言も言わなかったでも一塁に全力疾走しなかったり。 あの全力でプレーしなかったという時にものすごい厳しく怒ったっていうんですそれしか怒んなかったでそれがなんていうのかなこう彼の今の,あのまあもともと素質的にポテンシャルがすごかったのをまあそれがなきゃもうどうしようもないですからねいくらどんなにそうやってもあのメジャーリーガーのトップに行くことは簡単にいかないと思いますけどでもそれが。 もともとそのあるポテンシャルをあそこまで爆発させた本当にやっぱり原能力になったとつくづく思ってで今もその姿勢でやってるから今回すごい成績残してるんだけどインタビューするといやそここがダメだっったたみたいなことばっかり言うんですよすごいですよ本当にえ,えもういいじゃない46本本ー打ったんだよメジャーでっつってね。だからそれはねあの僕から見るとあの子育ての基本線を抑えてるってことなんですよね。 で子育てのノウハウを知ってらっしゃるんですよね。で,ねでつまりその子育てのノウハウをそ,そういう意味で知らない親がね実は日本では大半だということですよね。うん、なので子どもがあるその基範的な価値的な本能差しを内在化するってことがないんですよ。でねちょっと今の話で面白いなと思ったのは僕は早生まれだったんですよ。で,、ね、そうで小学校1年生の時って、うん、キャラクタ一番ちっちゃかったんですよね。な あのそのつまり人の話もよく理解できないしかけっこでもいつもビリみたいな感じだったのね 1, 1年くらい違いがあるんだもんねうん4月生まれの人とねでねあの僕その振り返って面白いなと思うのはだからどうせやってもダメだからね僕何も本気でやってなかったんですよ。うんうん、ところがねあの小学4年ぐらいになって体が大きくなって追いついてきて。 えー、なんかビリがねビリから2番目3番目みたいに上がってきたんですよ。なのであの本気で走るようにしたら、うんうん、5年生から五年生も六年生もリレーの選手になったんですよ。でねあのこれはその親に言われたわけじゃないけどあれ一生懸命やるって大事だな自分でも成功体験で、うん、でねで僕それでね最近この20年間ぐらい運動会見てるとあリレーの戦いとかで子どもたちがさやっぱ一生懸命走ってないんだよね。 それは見てすぐ分かっちゃうんだけどあれだよ僕はたまたま親に言われたわけじゃないけど個人的な生育歴で一生懸命やるって本当に大事だなって思ったけど痛いんじゃないかと思う一生懸命走るのがそうなんだよねずっと考えされるんじうないかとかそんなとこで必死になって何かあいつ必死じゃんわらみたいな感じに多分なるんだと思うそうなんだよねうん いずれにしてもでも自尊心の話と政治の関係はすごくよくわかりましたでね宮田さんねちょっと進めましょう、まあ、そういう話でもでもちょっとこれから何かあのゲストなり本なり映画なりを取り上げながらちょっとやりたいですよねそういう話は僕すごいあの本当に現実の政治の話とかだけじゃなくて、うん、そういうことをぜひ本当に、まあ、そこが本当はね、うん、社会や人がまともかく腐ってるかを表すんですよね。でうんうん、でそれを ニュース番組のげるることとに僕すごく意味があると思うんですも、えーとね、今日実は最後にもう一つきちんとあの最高裁前回ちょっと超特急でやっちゃったところもあるので一応まあもうすでに投票しちゃったよっていう期日前投票しちゃったよっていう方もおられるかもしれないけど一応ちょっとそれ最後もう一回だけあのやりますがその前にじゃあ1点だけ目はですね今の話にちょっと追加してねこれはね 今日取り上げるのは非常に微妙なんですけど、僕は宮田さんにやっぱりぜひね意見を言ってほしい。これね僕ね3年くらい前に実は読んだこういう本があるんですよ。これアメリカでちょっと評判になったので、デモクラシーエンドポリティカルイグノランスっていうねそのイリアソミンっていう人の本でね。でこれがあのまあもうすごい面白かったんだけど、まあこの話を番組ではし損ねでたんだけど実はね日本語が出ててですね。 あのじゃあ話そうかなとっていうのは英語だけで読みましたって言ってもちょっとあれだからねブックレビューの番組じゃないんでね日本語でねちょっと本高いんですけどこれ3,600円もするんですけど日本語で出てたので。 これはちょっと非常に面白い、まああのまんま直訳のタイトルです。民主主義と政治的無知、ね、ポリティカルイグナランス。これは旧ロシアっていうかソビエト出身の方そうなんですね。あのそうなんです。旧あの出身でアメリカに移民してきた方で、ホワイスモーラー政府メントイズスマーターね。要するになぜ小さな政府の方が賢いのか、賢い理由っていうのがまあ複大になっているところも結構ポイント。これ誤解されちゃいけないんだけど、いわゆる新自由主義で流出すう小さな政府じゃなくて、政治ユニット小さく しろって話なんですよね同まあちょっとあのこれ全部解説すると長いんですけど、はい、結局まあ彼の村民の議論っていうのはね、うん、要するに、えー、民主制っていうのはもうその無数の,その無知な大衆の意見に基づいてその実際に選挙をしてるんでそんな賢い選択なんかできるはずがないんだというですねあの東側から来た人が西側の民主主義を決めた時に。 あそうまずそんんな風に見えるんだと要するにまともな選挙がなかったわけですよね元の自分の国ではね。<laughs> でじゃあ重要な選挙やってるっていうけどみんな例えば自分の,その国のね議会でどっちが多数かも知らないで投票してるんじゃないかっていうまあ何を知らないかっていう人が延々と続くんですけどこんなことも知らないで投票はんか。 正しい投票なんかできるわけないじゃないかっていうことの連続によるまずあのリストがばーっと続くんですよね。要するにまあイグノランスでやるとバカでやるとね無知でやるということ。でしかもこれ宮皆さんまあちょっと必要だったらあの、えー、足してください。まあプラトンにしてもアリストテレスにしても、えー、ジョン・スシーアートミールにしても、えー、エドヴァンのバークにしてもみんな実はまあ皆さんがよく引用される人たちですけども、えー、みんな実は全員にせ投票なんてさせちゃダメだと。 まあ簡単に言えばですね、えー、民主制は、だからそれは一般にはね、過当性、そのオリガーキーが大事なんです。頭のいい人間がやらせるっていうね。プラトンは民主制、民主の政治のせいですね。うん、民主制は無知な大衆の意見に基づいて。はいえー 哲学者やその他の専門家のより良い知識に基づく勧告を無視する欠陥がある要するに哲学者とかねその専門家にちゃんと決めさせなさいとアリストテレスも、えー、僕アリストテレスがこんなこと言ってたってショックだったんですけど、えー、集団としてはずっ,ずっとたくさんの知識を得られる集団,集団的知性はあるかもしれないが女性や奴隷やネクタイ労働者やその他にも徳と政治的知識がない人間は 政治から排除すべきであるっていう,ふうにあこれはねアリストテレスが言ってるんだけどその元々の発想はギリシャの常識でね、うん、それはハナアレントが記述していることなんです、はい、でギリシャの貨幣とまあオイコスって言いますけど要は経済活動はすべて戦争奴隷がやっていたんですよねであの市民はあの基本、えー、重装歩兵でそのファランクスで戦う資格を持っている男なんですよ兵さん兵隊さん男だからね。 ということで、その彼が課長なんです。そういう兵隊さんが課長なんだよね。ね,ね、その彼から見ると、あの、経済活動をやっている人間たちっていうのは。浅ましい存在なんです。で、自分たちは経済活動をしないで、何が正しいかっていうことを議論しているから、高尚な存在なんです。で、もう、これを今で、の、言葉で言うと、パブリックっていうことでね。あの、キリシャ的なパブリックっていうのは、あの、そういう課長が。 独占する、えー、しかしそれを可能にしていたのはのオリコスの経済活動をどれがやっていたっていう制度だよってねそのギリシャの常識をよく言ってるだけなんですからね。でまあジョン・スティワーツ・ミルもより良い教育を受けている人間に余分の票を与えるべきだとも言ってるしねでまあちょっと飛ばしてあのエドモンド・バークこれもよく宮台さんがあの引用しますけども、まあ、バーク的信託というのは。 えー、エリートを選んで裁量に任せることを提唱しているというふうにまあその庶民はその説明してるんですねだからそのために有権者は候補者の経歴や的,的確性は最低限知っておく必要があるって言ってよくよく考えてみると日本の選挙候報とか最高裁の国民審査のあれは 経歴ととかそういういのののだけがが最低限のことが出ているのが政治候補なんであれはバーク的信託に基づくあの候補なのかと思いましたけどまあいずれにしても,まあそ,んなもうその程度の情報だけ与えとけば十分でもうあとは結局政治なんてそのみんながその参加するなんていうことはまあ幻想である的なことをまあ偉い人たちがいっぱい言ってたっていうことを消化した上でね上で結局えまあ要するにもともと国政選挙には一票の価値なんていうものは まあ彼の言い方を分かれるとほぼゼロに等しいんだと。まあ皆さんもそう思っていらっしゃるでしょう。あのでその一票の価値をゼロに等しいのにそれを投じるために政治のことをでねまあただちょっとなんかの次に投票に行くだけだったらそれくらいのコストはまあ投票に行かないとダメっていうふうになんか言われてるみたいだからまあ行くのはそれくらいならそれくらいのコストは皆さんやるだろうとでも本当に候補者のことや政党のことを知って的確性まで調べてっていうことになると。 一票の価値とつまり力とそのコストがどう考えても比較する人に割合が合わないとねでいやいや一票もみんな力を合わせれば あの大きな変革があるじゃなないかとその大きな一票の変革の時にそれぞれ一人一人が赤字でコストを抱えてるわけだから大変なコストを赤字のコストをみんなで抱えていることになるとでそれは経済合理的な行動ではないとまず彼はまあ言った上でですねこれは皆さん後であのでちゃんと論評してくださいねこれは僕はそのまま浮き寄りしますからね言った上で、までそれを乗り越える手段としてですねえいくつか提唱している中にまあえと例えば 宮根さんがよく引用する「熟議民主主義」ユルゲン・ハーバーマスの「熟議の民主主義」っていうことやですねそれからその「熟議の民主主義」をさらに進めてピシュキンやアッカマンがですね「熟議の日」というのを国民の休日に制定して。 すべての有権者を五百人ずつのグループにあげて、で,、ね、で政党の代表者の。まあ、あの政権演説を聞いて。その後議論もしろって言ってるんですけど。で,、ね、<laughs> で出席すると百五十ドルもらえる。ええー。休その、それを日は休みにしなかった。経営者には罰金を課すみたいなことまで。えー、その、き、うことまで言ってるんだけど。ただ。そのいずれも。まず、えー 解決にならなないとなぜならばそんな1日で今の政府は大きすぎて1日でそんなも理解するようできるようなレベルではないしそもそもそんなものに人は参加しないだろうとでそれをじゃあ参加することによって1人150ドル払ったらどうかっていうとじゃあ1億人が参加したら150億ドルかかるからもうコストがかかりすぎてえとてもではないけど現実的ではないというのでソニーはそれからもう一つえこれはえっと もう一つはだからまあちょっと飛ばすけど、まあ、教育とかメディアを通じてきちんと有権者を教育をすることメディアがちゃんと情報を提供する有権あれが、えー、と教育でちゃんと政治を教えることでっていうのはこれもあの、えー、ソニーからするとそんなのは全然ナンセンスなぜならば。 1900何年かに初めて1900年の20世紀の前半にですね初めてそういう政治意識の調査1930年かに初めて市民の政治の知識の調査っていうのが行われたんだけどその以降80年間で市民の政治に関する知識教育水準大学進学者の数メディアの情報量もう比較にならないほど増えているのに実は1930年代よりも バカになってると、うん、要するにすしすだからこんなメディアがどうこうとか教育がうこうすることによってよりスマートなあの投票ができるっていうのはもう全く空理空論であるというのがまずソニー、うん、これは8割正しいで最後に最後にソ,ニーのソ,ソミンさんの提案する解決策っていうのがまあ非常に <laughs> 面白くてあの一つは足による投票はできるとでも足による投票っていうのは何かというと 一票なんか入れてもしょうがないから自分あの影響力はほとんどないコストが高すぎるだから、えー、自分がいいと思う政治家が選ばれるところに引っ越せばいい それが足による投票っていうだからそうすると、まあ、リベラルの人たちはリベラルの政治家のもとに集まってっていうようなそういうのがまずまず一つでもね、でも、まあとで言うけどフリーライダーだらけになってね、まあ、ポートランドのように崩壊するんです。そ,うですそれに引っ越しもコスト高いですよそんなねそれ、はい、だからこれはもう100%もいい、うん、それから一つでもう一つがこれは今度は立憲リバタリアンが登場する、はい、政府が大きすぎるからそれを理解するためにコストがかかりすぎるんだと。はい、だからずっと小さくすれば、うん 十分に理解をして投票することが可能になるので、そこでさっきの言った「うん、ホワイスモーラーガブメントイズスマータ」、小さい政府にするすれば、うん、イグノラントなその人たちが無知の人たちがわけのわからないことに基づいて投票するっていうことが防げるっていうのが、うん、まあ、えー、共産主義権出身のソニーさんのまああの論考で非常にこれはあのまあ政治の世界ではちょっとこう話題になった。 え本だったんですが宮内さんも一応ちょっと概略を渡しましたけどどうですか宮さんあの、ね、まずその先ほど古い人たちがこう言ってたってリストの中でねやっぱ一番重要なのはバークなんですよ。のバークバーク的信託あのエリートの裁量に任せるこの、ね、バークのエリートって誰なのかっていうと、うん、あのいわゆるねあの東大卒とかってね <laughs>、えー、博士課程博士卒、うん、学位持ってるとか、うん、そういう問題じゃなくてね、うんうん あの昔からその社会が、どういう由来で、どういうふうに動いて、今に至っているのか。うん、あるいは、あの社会の、そういう今までの動きの中で。大事なことは何だったのかっていうことを、知っているってことなんですよね。本当に賢い人ですね。そ,そうなんですね。うん、つまり、社会を知っている。だから、わかりやすく言うと、コモンセンスって、これ彼のキーワードなんだけど。共通感覚。 について熟知している人なんですよ。だから普通の人はそこに壁がある理由を知らない。だから壁をどけろって言うんですよ。でもこの彼の言うあのいわゆるエリートっていうのは、まあ知恵者はね、いやここに壁があるのはなこういう理由だよ。あるいは理由は置いといて、このこに壁があることでこういうことが可能になっておるんだよっていうことが。 わかる人取り除くと何が起きるのかってこともわかるわかる人です、ね、マイナス面もわかるなんかそういう意味で言うと試験エリートとは全然違っていてね社会がどうなっているのかを知っている人があの政治について決定するべきだこれは当たり前だよね世界について知らない人は投票するべきじゃない当たり前だよねでこれをつまりエドモンド・バーク的なものっていうのはもちろん例えばインストン・チャーチルも知ってるわけ だから大規模な国家で民主制やるっていうのはエドモンド・ジャークの条件を満たせないわけだよあまりにも多すぎてってことすぎ、多すぎる大きすぎる人間もバカが参加しすぎるわけエドモンド・バークからいう意味のバカねれはバカっていっても全部のこと知るのも実際難しいですからねこんなに大きな権力がエリート選ばれたものって言ってるけどそこに壁がある理由や壁の機能について熟知しているような人が政治をするべきだと。 これはまず正しいことだよね。それはまさに皆さんよく顔の見える運人になってくるわけですね。そうだよね。ジャンチャックリスプになってくるわけですねで。そう。うん、なのでね、まずそ <laughs> すごいもう、それも飛ばしちゃってね、うん、結論だけ言うと、うん、あのそのソミンシの結論はまず正しい、うん。政府は小さくないといけない。で小さくないとよくわからない。小さな政府がどういうふうにやってきたのかということだったらこれはつかめる。それはだから公共投資を減らして小さくじゃなくて小さいユニットでやれそでっていうことですよね。だからね、あのそこはね彼はまだはっきりちゃんとは言ってないけど。うんうん あの小さな政府であのやっていけるのは小さな自治ユニットなんですよだからまず基本的なことは自治ユニットで決めるとだからそれは村でもいいビレンジでいいですあのルソーで言えばあの人口3万あの2万人っていう条件が一つ目安になると思います。あのこれはまあ要するに特権 二万人側面権じゃなくていわゆる、えー、彼の言う「ピティエ」っていってあ,のある政治的な決定がなされたら、まあ、僕としての「僕はいい」として神保さんどうなるんだろうとかねあの他の人たちどうなるんだろうっていうことがまず想像できてでそのことが気にかかってしょうがない。 っていう状態が、つまりピティエが可能になるのが2万人でしょ。限界が2万人で、ね、2万人ってことですよね。うんうん、で、これって共通感覚そのものじゃない。うんうん、そうですね、うんでで。ある決定が何を引き起こすのかってことについて、あの自分の問題だけじゃなくて全体の問題について理解できる。で、ルソの場合にはピティエっていう言葉にね、実は動機付けを含めているよね。気にかかる。 っていうことねだから言い換えると自分としての自分は良くても尋問者がそれで困るんだったら俺はそれはやっぱり決定として認められないなっていうふうに規範的な意識を持つっていうことで、それがつまりルソンの言うボロンテンジェネラルつまり一般意思なんですよね一般意思っていうのは意思の集計ではなくて人々がその決定について規範的に合意しているっていうことでそのために必要な感情的感情的な前提がピティエなんだっていうのがルソンの発想なんですよねルソンによると その PTA が働かないようなそのジョン・ロックの言う大犠牲はでたらめなぜかというと動員合戦でリソースを持ってるやつが勝つだけ、うん、もっと言うとリソースを持ってるやつがバカを動員する、うん、そのことによって成り立つ政権っていうのになってしまうとだま、うんまあ、騙し合いですよね,そうねそ結局はね。で,でそんなものは許されるわけはないでしょっていうのは社会契約論の基本ロジックなんですよねだからそのソミン氏の言ってることってそれにも合っているよね。うんうんうん でなのであのなぜ民主制が機能しないのかっていうことの意味が皆さんもよく分かったと思うんだよねつまりエドワード・バークやねジャンジャークルソーの言うような条件を民主制が満たすことが今の段階国国民国家レベルで大犠牲をやるといいうことでで非常に難しいからなんですよ、ね、でよくジャンジャークルソーが直接民主制を推奨したって言ってるけど言われてるけどそれはやっぱ間違いでね制度を推奨しているのではなくてあの要するにその我々が そのまあエドモンーク的な意味でね、あの自分たちのユニットのことをよく知っていて、うん、でしかもジョン・ジャクルソン的なあの付け加えをすれば、だから気にかかって規範的な心の働きがねそこに生まれるんだっていう状態があって初めて民主主義は機能するんですっていうそういう確認の本だと思います。うん、では全く正しい。うん、で実際こういう状況を満たさないからどうなるかというと。 量産場所を持っていらっしゃるね。この社会はなぜ東左と右に分かれるのかっていうねこれは日本これも日本語になってますちょっと今日本語版が手元にないですけど、えー、社会はなぜ右と左に分かれるのかじゃあさんハイトですよねじゃあ結局そのジョ,ジ,ョジョンロック の制ってただのリソースを持つやつの,その動員合戦バカの動員合戦でしょみたいなね、うん、じゃあどういうふうに動員するかっていうと、うん、っていうと感情の押しボタンが初期バージョンでは5つ、うん、今のバージョンでは6つあって、うん、それを適切に押すと人は自動的に投票しますっていうね、うん、そういう本なんですよね。 怖いんですよね,ね,ねでも当たってるなっていうふうに読んでると思う,思うと思うまあそうですよね。うんうん、なので、うん、あの基本を今の民主制ははっきり言ってダメでしょう、うんなんだ。なんですね。で <laughs> でもそれ言ってじゃあもういいやってなると困るので一応最後にじゃあその前半の最後に一応ね一旦休憩に行ってその後再最高裁やりますから前半の最後に宮田さんに一言言ってほしいのはたださっき宮田さんが投票でやっぱその価値 価値でやっぱ投票するんだっていう話があったでしょ。つまり政策はまただなんか見てその忖度みたいなのをしようとすると実はものすごく大きな権限を持っているから実際はもう本当に動員されてなんかこれが争点だっていう,ふうに作られたものにそのさっきのボタンじゃないですけどまあうまいこと載せられちゃったりしやすいわけですね。ただ自分の価値に基づいた行動っていう意味での投票というについては実はソニーさんは。 あのソミンさんは触れてないんですよね。価値価値に基づいた行動というところをね。で,で最後に、はい、れこれ,れはこのほの弱点っていうのは現現状ではその制度なんだから、まあ実際にはイグすごい勉強しても結局は彼の言うところのイグノランです。はいはいはい イグナは・グナントンなんですよ僕らはね政治の学者になったって多分イグナは・ナントンになるんだからそんな無理なんですよだけどでも投票をするっていうことにはその価値の投票にじゃあ最後それだけちょっと一言最後にその庶民が触れてないことを最後にひと説明してくださいジャン・ジャック・ルソーがね、うん、ジョン・ロックの大犠牲を否定したのは人々が単に損得だけで行動するからなんですね損得、うん、で投票するからなんです。でルソーが言うね あの規模の小さな共同体自治においては、まあ、要は単にコモンセンスが存在するだけじゃなくて感情的な交流があの小規模なユニットであればちゃんと存在しうるから、ね、だからあの例えばこの人をいじめるのは困るとかね僕の友達が困るのは困るとかっていうふうな。あの 感情的な働きがあるつまり例えば自分に損だったとしてもでそうですだから人々が損得に閉ざされないっていうところがポイントがあってねその一般医師っていう概念は人々が損得に閉ざされないで仲間たちのことを気遣い、えー、まあその気遣いをベースにして最後に物事を決めていこうっていう態度を持った時に出てくるのが一般医師なんですね。でじゃあもっと平たく言うと皆さんねいろんな国の民主性を見てみて。 あの全員がほぼ全員が損得だけで投票している国ってそれで国回ると思いますかってことなんです。いうことなんです。そうじゃなくて損得だけじゃなくてやっぱり正しさは大事だろうとかねあの公平大事だろうとかね嘘はダメだろうとかさ公文書の改ざんはダメだろうとか。 ね、それは法律が駄目だから駄目だということじゃないよ公文書の改ざんなんかその基本的にやっちゃいけないことだろうっていうふうに心から思うことだよねであるいは放送局をど括喝するとかねあの官僚をど括喝して人事を行うとかっていうことはやっちゃ駄目なことだろう、ね、その法律があるからじゃないよこれ大事なことなんだけどやっちゃ駄目だろうっていうふうな感情が生じないと もうわあるいは自分に子どもがもういなかったり子ども育てが終わっていても子育てがすごく大変なことだったり、うん、教育へのサポートが少ないのはそうするともうなぜ日本が今終わりつつあるのか分かるじゃないですか。うん 先ほど自尊心ね、うん、あの自分に価値がある存在と思える同盟がこれほど低い国はない、うん、それはなぜかというと人々の基本共同体を失い家族も空洞化しその中で損得感情自分でしかコミュニケーションをしてこなかったっていうね損得、うん、感情に閉ざされたやつがこれだけいるから自尊心も低く政治的な関心も低く、うん、で結局既得権益にへばりつくだけで。うんうん えー、人々権益にへばりつくための投票をするだけでそれで OK だと思うとだからこういう国は必ず終わるので終わればいいいと思ってます、はい、<laughs> だから結局だから今の選挙制度の下では宮根さん、うん、いやまあソニンさんが言うようにですね実際には民主主義を機能させるのは容易ではないがただ完璧に、ね、もちろん、まあ、完璧どころか程遠いかもしれないけれども自分の損得だけではなくそれは。 あの2万人じゃないので全部の全中の他の人のことを全部考えるのはほとんど不可能ですよね。1億2千万人、万人自分の選挙区でもえ今平均して40万人くらいなのかなその小選挙区一つとってもね40万人くらいの単位になるのでそれを全部感じあのエンパシーっていうんですか PTA として扱うのは難しいと思いますけどただやはりそれを考えてえまあここまあ例えば我々これ挙げましたけど これ自分がこれにあこれは自分は,許自分は嫌だなとか自分に損だなとかだけじゃなくてこれまずいだろうとあるいはこういう社会に行きたいかと思っていればですねこれ僕はあのそ世界から見た時に結構全部笑いものになってることなんですよ、うん、これあの国境な記者団で今世界67位。 これゴーンさんの時にどういう報道をされたっていうふうにあの皆さんは多少は聞いたかもしれないゴーンさんの時にですね日本の処理水司法の,のもうひどいひどいひどいあれですよねでこれももう,もう完全にそういうえもう日本のこの原発事故をこう日本が起こして多くの国がああダメだって,って原発を攻めたら、うん、日本はいまだに原発を維持しようとすると。でこれはのためにに必要なプラットフォームに、うん 固執するつまりまあ損得の話でねあんまりしたくないけど、うん、今これやると再、ね、エネに行くとあの電気代高くなるだって本当は高くそんな高くそこまで高くならないのにも済んだものを政策的な失敗で今値、ね、段が上がってるって話は、うん、飯田さんの時によく説明してもらっていると思うんだけど、うん、だけどやっぱ高くなるんだった嫌だなっていうの損得、まあの,の問題もあるしそのしかも政策の失敗ですよね。うん とかまあこれさっき言ったあの公文書の改ざん弾とかあるいはそのまあえネポティズムとかね身内とか友達優先とかも全部それですよねえそれからまあこれさっき言った選挙制度3等の問題とかですね30区の問題ここ30区ですよねそれからまあこれちょっと後でやりますけどこれもう制度自体が実はもう完全に破綻してるわけですね。今回人人が審査対象ですけどどはは実際にはほ,あのほとんどさあの 決定に関わってないよくよく調べたら審査っていうのは最高裁の判事が判事としてやったことを審査するんじゃなくて。 内閣がそれを指名したことについて審査をすることなんでえ任命されたあの最初の選挙でやる,ことやるんですっていう,なんかもう訳の分かんないのことでねやってるととかねまあこ,れこ,れこれはさっき今日話しませんでしたけどあの我々インターネットなんでまあ好き勝手なこと言ってますけどねあのテレビや新聞あのそれからラジオではそう工事後になって突然その報道が極端に制限される。 逆でしょうと一番政治情報が必要な時にあの特定の候補者に関する情報とかね特定の政党が有利になるかもしれない情報を一切言ってはいけないとねでも不思議なんですよマイナスのことは言ってもいいんでねすごだから郷原さんとかが落選運動してるそれはいいんだってそれでね僕聞いたんですよ総務省にじゃあ候補が4人いて3人についてのマイナスのことばっかり言ったら1人有利になるじゃないですかそれはね問題ないんだって。 <laughs> わけはわかんないじゃないですか。要するに一人のことをよ持ち上げたらもうアウトなんですよ。でも三人ディスって一人有利になるのは別に構わないのに今がわかんないですけど、うちの人もまあそういうなんかこれはあの私の知る限りでは共産党がのが抑えなきゃ抑えこまなきゃいけない時に共産党が人間性術戦術をやってくることをまあそうね。ききんあのあビラ配りとかポスター貼りを含めてね。うん、だからまあ当時赤裸々の時代だったんですよ、うん、日本、ね。それがなんで今も続いているのかっていうことなんだけど。 当たり前のことですけど今の政権はどちらかというとあの本当にその報道を自由にして多くの人が政治,に政治のことを知ることをよしとしないわけですよね。でねだ本当は民主党政権ができたときにこれ手につ,手につけるいいなんだけどここって難しいよね。自分が政権を取ったときに、まあ、要するにそれって民主党取って有利になるじゃないですかその公職選挙法を取っ払ってその報道,報道を自由にする、まあ、有利になると言われることじゃないですか。をときにそれをやるのは いかがなものかと。権力者が自分で権力を使って自分に有利になるような。改革はいかがなものかになるから、ちょっとやりにくいで不利になること。自分でやる人はいない。じゃ、永久に変わんないじゃないですか、うん。だから民主党の時に変えるしかなかった。なかった。でも変わんないんですよ。でも民主党の時に変えようとすると、民主党は多分批判を受けたんですよね。うん、それは批判を受けてもやる。お前らが有利になるからだろう。でも批判を受けてもやらなきゃいけない。だから、他のことでポリティカルキャピタルを稼いで。 多少それがポリティカルキャを消費する覚悟でやななきゃいけないけでもポリティカルキャプタ、はい、ルキャプティが全くなかったので民主党はそんなことはとてもできなかったっていう問題ですけどまあまあこの辺そうですねっていうことなんでちょっとまあ、えー、この辺は宮台さんの今の価値の投票という価値による投票行動っていうのをう、ね、あの最後にね,ねあのっと考えておくとこの、うんまあ、ミンさんの処方箋にないんだけれどね、うん、教育ダメって言ってるでしょ、うん、あのいわゆる制度について教えるとかってねあるいは事実情報をたくさん教えるとかって僕は意味が アメリカの一部のねあの州がやっているあの高校でのね、うん、あの少年法廷っていう模擬法廷、はい、ねでこれまあ日本でも似たようなことやってる実践をやってるところはあるんだけれどこれで目的って何があるかっていうとやっぱり規範意識なんだよね。あの つまり制度について知るだけじゃなくてその中でどういう振る舞う,る舞うべきなのかどういうふうにジャッジすべきなのかどういうふうにそれを評価すべきなのかっていうねそれを同じように僕はねあの模擬議会みたいなものをやるべきだと思うそうするとあの、えー、誰かのためにしゃべること。 いかに難しいかあるいはねその嘘偽りを見抜くのがい,いかに難しいのかで今ディベートの議論はあるあの授業はあるけれどもあの議会でどういうふうに振る舞うことでどういうふうになるのかってことに関するねで事実プラス価値それじゃいけないとかそれじゃいいっていうねそういうことを学ぶ場。 っていうのをねやっぱり儲けるっていうことが重要でも日本でも学級会って小学校からあるじゃないああいうのも実は本当はいい場所なんですよね。では先生次第ではねそれをすごくうまく使ってあの民主主義的な例えば大議制とか議会的な議論に関わるあるいは価値的な構えっていうのをね十分子どもたちに実装できると思うそういう意味では子どもたちに事実情報よりも価値で投票する 価値で物事を判断し価値で物事を話すっていうことにねやっぱり動機付けそういう感情を持つそれをやりたいなって感情を持つような教育をするっていうことこれであればね多分アジェンダありすぎてカバーできないでしょでそういう問題じゃないんだよってね規範的であることが大事だっていうことを言うような教育だったらできると思う。うん、なるほどありがうという意味で、えー、選挙。だから まあ変なな幻想を持つべきではないと、ね、だけど同時にえやはりそれはその価値の,あの表明要するに我々主権者ですからで主権の最たるものが投票権だから投票しないって言った瞬間にもあなたは。 あの主権を放棄しているに等しいっていうことになってしまって、うん、あの民主主義の一員ではなくなりますから、それはね。ねうん、もったいないですよね。まあ、あの主権はもちろん投票権だけではないんだけどそ。その最たるものだというふうに言っていいと思うんですね。その、あの主権、主権って、国民主権、うん、ということの、その投票権がね。ねえー、これもね、まるぎで繰り返し言ってた。うん、あのまあ、右翼小説家三島由紀夫がね。うん、日本人は空っぽ、日本は空っぽ。 つまり日本人の劣等性を指摘したんだよねそれは一夜にして天皇主義者が民主主義者になっちゃうからでその背景は一番病どんな状況でも周囲をきろめして「はい僕が一番の天皇主義者です」「ろめして「はい僕が一番の,あの民主主義者です」っていうふうにしてまあ簡単に言うと価値観ではなくてポジション取りのために何かを言う。 で、これが日本人の劣等性なんですね。で、これは若い人自覚してるでしょ例えば、意識高い系ということは。だから一夜にしてフェミニストになる。一夜にして l G. B. T. Q. になる。一夜にしてダイバーシティ主義者になるんですよ。で、ぜかというと、ポジション取りのため。これを意識高い系って言ってるじゃないですか。つまり、これは三島の指摘と実は似ててね。空っぽ。だからの,かの、三島に空っぽっていうのはね。価値観がなくて、周りを見て。 あの簡単に自分のポジションを取りのためにいちいち日和っていくっていうやつのことを言ってるんですねそうすると日本人の多くはやっぱり劣等なんですよで三島の言う意味でね三島は空っぽっていうふうに言ったけど本当に空っぽなんですよだからそんな人たちに民主制を営めるはずがないの、はい、空っぽと三島に言われない貴様の鍵から言われないように、うん、まあぜひ価値の投票をね、えー、しましょうそうですねはい えっとですね、前半の最後にあのまあちょっとここ最近の丸撃で、あの今日さっきのここにあるようなテーマに関連したあの指揮者のですねゲストのコメントみたいなちょっと編集でつないだのを流しますので、まあよかったらそれを前半の最後に見てください。それからですね、その後にこれをちょっとだけやります。うさん臭いでいくのか。 「長岡、えー、村の林は深い」でいくのか、まあ、それはあの私は特にまあこの投票についてはですねあんまりその、えー、こうしましょうということをちょっと言いませんけどまあなんかなかなかそういういろいろな合言葉が飛び交ってますのであのまあこれ コピー持ち込めばいいだけなんですよ本当はこれスクショとかしてね別にあのもう紙持ち込むことは全く問題ない。いや本当にスクショしてください。問題ないので、はい、持ち込んでもあの持ち込んでここで自分で今ここで丸々つけたのじゃないと覚え覚えられないから。 あの今回、岡さんと岡村さんがいたりするかしますからね、なんで長岡村っていうかっていうと、長岡だと岡さんになっちゃうからですよ、長岡村ってのは岡村さんの方のことですからね、えーまあ、ちなみにそれは罰をつけるべき人のあの方の名前,名,前名前の時に覚え方としてあの出回ってる話なんですけどもね、まあ、それはなぜかも含めて、ちょっとじゃあ、あの後半でその、えー、ちょっとおさらい的なものを、えーあのえー、ビデオを流した後にやりたいと思います一旦ここで休憩やります。 まず森さん的に安倍政治っていうのはどういうことになりますかえとつまりまあそういう官邸主導とよく言われる、はいまあ、一強支配ですよね、はいまあ、そこが、まあ、たまたま官邸官僚たちか、うんまあ、元官僚たちですけど。はい が、えー、そこの中心になって、はいえー、まあ霞光関をこう栽培してきたっていう、うん、縦割りとかいろいろ言われましたけど、はい、ただまあまあそこはまあある意味いいところもあって、うん、まあまあそれぞれの省がその。 総理に対してものを言ってで政策を授けてそれをこう釣り合わせて時間連絡会議す釣り合わせていって、はい、政策に落とし込んでいくという、まあ、いわゆる一つのシステムがあったけど、はい、そういうシステムが壊れてしまって壊れてっていうかそこをもう封じ込めてしまって、うん、官邸官僚たちがまあ上から これはもう総理の意向だということでドーンと下ろしてやらせると、でまあ、特にまあ総理の喜びそうなことをやらせるというような実態が、ま,あ、まさしく、森友家計なんかがその実態ですよ有権者から見ると、野党も、ね、だらしないよなっていうふうに思うかもしれないんだけど、もうね、あの目をつぶって、もう鼻をつまんで、野党に入れろと。<laughs> ろと <laughs> ちょっと、ね、野党は なんか甘いなと思うのはそのなんかすぐね自分たちは確かにあの政権をねあの3年間やった時に失敗しましたって簡単に言っちゃうんですよ原発はあれは事故起きたのはもう全部自民党のせいですからねだからそのもっとねなおっていいと思うんですよ悪夢の3年。 「悪夢の民主党の3年間」っていうあの「悪夢の3年があれに戻っていいんですか」っていうんだけど、うん、僕から言わせる民党は、うんうん、もうそういう感じでとにかくもうあの自民党なんかもうどうしようもないんだと、うん、国民もわかんじゃないかなっていう気はしますけどね。まずデモクラシーのコンセプトがあってそこから本当は制度を作るべきだったんだけれども、うん、それがなかなかなかったのでこう折衷案になってしまったっていうところあると思うんです。うんうん 比例代表と小選挙区制の部分があってこれはあの政治学用で汚染効果っていうんですけどもマイナスの意味合いで使うんですけども<ー>ある種全然違うロジックを持った制度が<ー>あまあ 特性を打ちち消しちゃうでこの場合日本の文脈でいうと比例部分がまあ小選挙区数なんですね特性を。と、ね、っていうふうに一応う、ね、そう制度的な趣旨から外れてるという意味でですねそうなんですけれども、うん、これはですね意外とこうやっぱり日本の民主主義政党政治の在り方としてどういうのが望ましいのかっていうところからやっぱり考える議論すべき問題だと思うんですよね。うん、ただ制度っていうのはやっぱり ゲーームのルールですからそのルールを前提に何がやっぱり政権取るためにもし取,る取りたいのであれば一番合理的な戦略かっていうことを考えるのはやっぱり野党の責務だと思います。うん 例えばまあ全く同じ回答した人っていうのは真って真先ににグループになりますそれからほんの少しでかかあの変わった回答した人っていうのはこれもグループになりますね。あちこちにそういうたくさんのいろんなグループができてきてうん、うん、えそれで周りののをどんどんくっつけていくとだんだんグループの数が減っていくんですね。に、はい、になななり5になりり それで三つにまで減った時に出てきたのがこれなんです。うん、なるほど。でもっと深刻ならリベラルがとにかく支持したい政党がないっていう七割が。そうです。これがモニタルのですね支持政党。その他の政党を支持する人はなんと七人に一るしかいないんですよ。はいはい,はい、はい、全くあの現在の野党はですね、<laughs> こ,こ,このリベラル派というもののまあ票、はい、をつかむことに完全に失敗している。支持をつかむことに完全に失敗しているとしか言いようがありませんね。 まあ本当は半分持ってるわけですからね、本当はね。だけどまさに本当に七人に一人、まあ十五パーセントしか支持されてなくて、七割の人は支持政党なしになってしまっていると。でしかも二割は安倍さんに好意を持っちゃってるっていう状況になっているっていうことですよね。近々まあ日本では総選挙もありますと。でコロナ対策という点でやっぱり。 ここに注目しないといけないと、特にこの番組見てる方々にですね、うん、どういう点になりますかあの。やっぱり私はもう一つのだけだと思います、今までのコロナ対策が間違っていたということを認めるかどうかです。であ<の>それが認められないとだめだと、うんはい。もう今までのが間違いだったというふうにあのはっきりとあの負けを認めるところからすべてが出発すると思いますね。うんうんうん じゃあこれ今後何をしていったらいいのかというそう,そういう発想に立たないと今のこの状況はあの打開できないいと思いますねここ1年ぐらい電気自動車の話がこうだんだんメディアを握り出して、はいって一方で化石車いわゆるガソリンディーゼル車というのが一時期は1億台近く売れたのが今急速に落ちていると、はい、で実はコロナが始まる前からこう下落が始まっていると。はい で、あの2017年からのえっ、ー、と毎月のガセガソリンディーゼル車、特にノルウェーディーゼルが人気があるんですけど、うんうん、がどんどん落ち込んでこのままいくと来年の春にはですね、化石燃料車があの販売ゼロになると思います。来年ってもう半年後にあるですか？あと半年後には、ね、半年後に一台も売れなくなるっていうのい、はい？実はもうちょっと大きな国もですね。濃いのがプラグインハイブリッドで、うん、黄色があの <EV> いわゆる EV なんですが。うん イギリスを含めた EU 全体でも去年、今年にかけてもうジャンプアップしてきて、うん、でしかもこのプラグインハイブリッドも EU ではもう遠からず、まあ、化石車側に分類されていくのでこれはもうあのやがて EV だけになっていくだろうという感じですね。うん、これは新車販売に占める EV で中国 が赤でですね中国は一気にるんだ、うん、イギリスも結構高くてイギリスは確か9月単月で見るとついに、うんうん、えっと EV が化石車を上回ったと言ってますね<ー>1か月でと。で,、うんでえー、アメリカはまだちょっと遅れてるんですが、うん、日本はですねようやく1%と。であのでこれでですね あの日本だけ私はそのオリンピックの時にあのフィルターバブルっていうあのえまあコロナに関するフィルターバブルの話がありましたけど情報に関するトヨタフィルターバブルが日本にはあってで日本はですね E V 比率三十何パーセントか言ってるんですよええと思ったらですね世界では入れてないハイブリッドも入れてずるしてるわけですよね普通のハイブリッドねパラグライダーなくてねそうそうまあ技術をどんどん発展させていけば気候変動の問題も まあ同じように解決していろんな自然も操れるんだみたいな議論っていうのはあの今ますます加速してるんですよね今までは環境か経済かって言われてたんですけどこの間やっぱり環境も経済もってなって僕はやっぱそれではうまくいかないんじゃないかなという気がしていて。的に言えば成長を諦めるっていうふうにだけ言ってしまうと何かこうみんなで貧しくなろうって話になっちゃうんですけどまあ同時に。 今じゃあ,ある富をもっと公正に再分配したりだとかもっと今の働き方をこう変えていこうじゃないかっていうことをあるいは今私たちが犠牲にしているいろんなことあるわけですね家族との時間とか趣味とかまあそういうものをもっとこう生活の軸に据えていくとかあとは技術をもっと違う形で今すごいお金がそれこそ核とか戦争とかそういうマーケティングで私たちを洗脳するために使われてるわけですけどそういうお金をもっと別の 技術開発とかそういうところに使っていこうじゃないかということをすれば成長しなくても実はもっと豊かになる可能性っていうのは残されているんだ。